こんにちは出口です。こんにちは本山です。機材ゼンヘンは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい今回はじゃあいきなりですけどあの久しぶりの久しぶりのというか、うん、あんまりない稀にあるゲスト会ということで<お>ちょっとゲストをお一人お呼びしているのでちょっとご紹介したいと思います。えっとデザイナーの 吉武さんです。あ、どうも吉武です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあちょっとね、吉武さんと最近とあるプロジェクトをやってまして、まあ今日もその話をするんですけど、うん、まずじゃあ吉武さんに簡単に自己紹介をしてもらってもいいですかね。はい。多分あのリサイザーエンもお聞きの方はひょっとしたら僕の名前が時々出てきてるはずなので、うん、ひょっとしたら聞き覚えのある方もいるかも。 知れませんが、えーと、デザイナーの吉武と申します。で一応、本職というか、お仕事の主要な割合としては、アプリとかの UI デザインがメインで、えー、まあ、それ以外だと、えー、とフリーランスでいろいろやっているので、まあ、たまにロゴのデザインだったりだとか、あとは、学校で非常勤講師をやっていたりとか、っていうのも、うん、まあ、やっているっていう形ですね。で 今は一応個人の野号としてはよりデザインっていう野号があるんですけど、まあそれそんな使ってなくて、まあどっちかっていうともう一個の、えっ、ー、とザ・ギルドっていうクリエイティブファームに所属をしてるんですけれども、まあそっちの名前を多分聞いたことあるっていう方の方が、まあひょっとしたら多いかもしれませんね。うんうん、っていう感じで、まあ個人でやりつつ、まあたまにそのギルドとしてもやっていたりみたいな、そういった形でもう10年ぐらい そうですね。UI デザイナーとして、えー、活動をしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますギルドとしても活動はしてるんですね、なんか。そうですね。結構その、ちょっと話長くなっちゃうかもなんですけど、うん、まあ、ギルドに来た仕事を受けてもいいし、まあ、ギルドってその自分の会社を持ってる人たちの集まりなので、はいはい、まあ、自分の仕事をしてもいいしっていうところで、まあ、特段強制力はないので、まあ、僕もやってみたいなと思った仕事が、 まあ問い合わせが来た時は手を挙げるみたいな結構そういうふんわりした感じでやってますじゃあギルドの他の方と一緒にやることも結構あるんですかそうですね僕ギルドに、まあ、パートナーとして入ってもう34年ぐらい経つんですけど去年初めて そうですね。なんだけど、うん、去年初めてゲードの仕事をやって。<laughs> そうなんだ。そう <laughs> そうなんだ。それまで結構、その、個人でいただいたお仕事で結構ずっとそれが続いてて。そう。なんだけど、そう、去年は初めてそのゲードの問い合わせで、あ、これ面白いなと思って手を挙げた何人かで、えー、初めてお仕事をやらせていただいて。<ー>あ楽しいなって思いながら。<laughs> <laughs> そうだったんですね。それぐらい緩い感じで自分は。 なんかそういうあれでしたよね、ポッドキャストもちょっとやられてましたよねあそうですね、まあ、最近更新をしてないんですけど、えっ、ー、と、今だと、スマート HER かな、の関口さんっていう、うん、それこそ、うん、そこの間、あのリサイズ FM でデザインシステムの本の話題が出てましたけど、うんうん、あれにもまあ、絡んでる人で、彼と離れよぎっていうポッドキャストを、だいぶ、だいぶ昔からやってるんですけど、まあ、ちょっとここ、うん 1年半とかぐらいはちょっと今お休み中というかやってたっていう過去形ではないんですけれどもまあ最近やれてないみたいななんかそういう感じですね、うんまあ、そんな吉武さんをお呼びしまして今回は僕と吉武さんが最近こそこそとやっているアナログゲームのボードゲームかボードゲームのプロジェクトについてちょっとお話し,しようかなと思いましてついに。 <laughs> ついに <laughs> なんかちょいちょっとちょっとずつ小出しにしてたにおわせがついに <laughs> 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 そうそうそう <laughs> 話をしようかなと思いまして <laughs> あのもうあのもしかしたらご存知の方もいるかもしれないっていうか <laughs> あの散々告知してましたけど <laughs> いやそうポッドキャストで <laughs> そうですよ <laughs> <laughs> あのね週末にクラフツコーガレージっていうあのクラミスさんの,あのイベント主催の企画していて いいただいただイベントに呼んでいただいて僕らが出店者側として呼んでいただいて、まあ、リサイズ編ももちろんあの付箋オリジナルグッズ作って配ったりとかしてましたけどその僕と吉武さんもそれそのゲームプロジェクトボードゲームを作るプロジェクトで作って出す出店させていただくっていうのをしたところでどうでしたイベントいやーやれてよかったなというか、まあ、参加できてよかったっていうのが本当に大きなところで。うん っていうのが、まあ、多分この後の話に出てくると思うんですけど、もともと僕たちは、あの、5月に行われるゲームマーケットの出展を、ま、目標にというか申し込んで、そこに向けて作るぞっていう話だったんですよね。はいはい。だったんだけど、まあ、それよりも前の、この4月っていうところでクラミスさんから、あの、参加されませんかっていうところにお声掛けをいただいて、うん、で、まあ、実際にその、まあ、ゲームもね、無事、 あの、入校が間に合って無事に出せてっていうところで、<laughs> でね、実際その多くのいろんな方が遊びに来てくれたので、本当にこう、なんだろう、貴重な体験できたなっていうのが大きいですね。よかった。うん、いや、確かにそうだ。思い出した、その、 入校はしたけど、その、出来上がるのが間に合うのかみたいなあのずっとこう、ヒヤヒヤしてるみたいな話を <laughs> そうそう、出口くんともしてたと思うけど、あれ間に合ってなかったらどうなってたんだろうってちょっと思う、今思う,思う。だいぶギリギリでしたよ、ね。そうそうそう。<laughs> 結構僕はそのお茶を濁す感じで、あの、僕、たまにコミックマーケットで同人誌を出してるんですけど、うん、それだけでブースを埋めるかみたいな。なるほど、ね。 <laughs> なんかもう私有スペースだけになるんじゃないかとか <laughs> そうそうそう <laughs> <laughs> 宣伝だけで終わるみたいな <laughs> <ー>そういうのも考えたのもしてたけどでもちゃんと売れてよかったねそれは本当。んうんねちゃんと間に合わせてねちゃんとあえて反応もらえたのは何よりもよかったですねうんだし私有スペースも結構盛り上がってましたよねそうそうそう結構ね盛り上がってほんと結構雨降ったりとかしてな,んかなかなかあれかなと思ったけど たくさん人が来てくれさって本当良かったですね。うん、ね、やっぱりその結構お子様連れで来てくださる方とかも多くて、うん、ね、なんかお子さんがすごいあのハマってくれてなんか一時間ぐらい親友ダイから離れなくてみたいな結構そういうシーンもそうあったりとかしてすごい嬉しかったですね。出口くん君もね、打ってたもんね。あ,あ、そう,そうそう。見隠したね。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうそうあの,、まあ、意外あのまあなんか売る前から何人かから欲しいと言われてたんですけど、うん、その知り合いからね、はい、全然知り合いじゃない人も買ってくれてよかったですねあとリンダもいいリンダも売っててあのビネガードリンクね、うんうん、そっちも結構あの買ってもらえたし、まあ、あとカフェでも提供してて今回そのクラフトコーンのイベントに に来ている直接来た人じゃない一般のお客さんもそのカフェ利用の人がいたんだけどああはいはいはい、はい、そうそう,そ,うそこでも割とあの売れましたねええーうん、おおいやあれ良かったねあのやっぱ手軽に飲めんのいいね <laughs> なんか <laughs> いやいいっすよねいいねあれいいいいわちょっと近所のカフェで売ってほしいなみたいな <laughs> 普通にしかもあれさそのそ<う>ドリンク普通に まあ、そのソーダで割ったやつがカフェで提供されてるけどさ、あの味変のやつもつけてくれるじゃないですか。そうそうそう。すごくないあれ。<laughs> いや、あれ本来パラってかけるだけでいいから、1>, うん、1パックいらないんだけど、そうだね、ちょっとオペレーションの都合で1パック提供してますあ、これ1個もらえるんだと思って。<laughs> ね <laughs> そうだから僕も今回、リンダーのギフトセットのやつで、ね、買ったんですけど。うん あのー、クラミさんにも話したんですけど、僕お酢が苦手なんですよね。<ー>そうだから結構そのニンダもちろん最初の頃からしてたから、飲みたいなと思ってたんですけど、うん、どれぐらいお酢感があるんだろうとかないんだろうっていうのが分からなかったん、ね、ちょっと手が届きにくかったんですよ。飲みにくかったんですよね。うん、でそれで今回その初めてまあ飲めるっていうところあったんで、そうです先に最初に飲んで頼んで。うん あ全然オスないい美味しいと思って、うん、そうですよねそれ他の方にも何人かに言われたんですけど、まあ、やっぱオスドリンクっていうとどうしてもねあのうってなる感じを <laughs> 想像してしまうのでねなんかあれだよねだからすごい良かったあのジンジャーエールみたいな感じだよねなんかすっきりめのジンジャーエールみたいなそ,、ね、それぐらいの感覚のちょっとジュ,ジュースまで甘くないんだけどそういう感じかなっていうふうに思いましたけど、ね、そうそうそう あとシロップなんでまあその辺は強めの人が好きな人は濃いめで割るとか調整してもらえるって感じですねいやあれは良かったやっぱカフェで飲めんのがいいわあれやっぱあれいいねほサウナで終わ,わりサウナ入って飲みたいねやっぱり いやそうそうそう。あれ。<laughs> 僕は自分のサウナに入り、自分が作ったサウナに入り、美覚しを眺めて休憩し、うん、<laughs> 自分のドリンクを飲むっていう、<laughs> その3点セットですよ。だからなんかあの、リンダーの会の時もちょっと話したかもしれないけど、なんかあの、 一応、関わってるその制作というかさ、そのリンダ売ってるとか作ってる人に関わってる人かそれぞれなんかストーリーがあって、これが欲しいと思ってるみたいなのがあるなと思って、うん、なんかそれもいい,<ー>いいなって思いますよね、なんか。そうですね、そうそうそう。なんか全然違うんだけど、ストーリーが。<laughs> そうね。<laughs> <laughs> 俺はサウナの時飲みたいとか。そうそうそう、みんなね、バックグラウンドがいろいろあり、倉光さんだったら妊娠出産をやってみたいなのがあったりとか。 みたいみ、ね、そう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 それも言って僕もだから買わせていただきましたよちょっとギフトパックも買ったんでなんかいやーありがたい、うん、知り合いとかにあげようかなと思ってプレゼントしようかなと思ってぜひ、まあ、あとまだあのウェブでは販売も継続してやってるんで、うん、もし気になる方がいたらはい、はい、リンダドッ t o d a y から買っていただけるとありがたいですウェブでは何が買えるんですかああの日本セットで ってます。あ、そうなんの。あのリンダのシロップですね。はいはいは本セットのやつなんですね。なるほどね。まあまあ、じゃあイベントの話はそんでぐらいですか。他なんか話したいことあります？<laughs> そう言われるとあた。自分は、はい <laughs> うん、いいんじゃないですか。はい、そろそろ本題。あ、いやあったわ。うん、そういえばあった<え>僕。<laughs> いやなんか、はい、あのそ全然考えてなかったんですけど、うん、その一日目かな？イベントの一日目に吉武さんが あのクラミスさんんの絵を買ったんですよあい僕そもそもクラミスさんがガレージセールで絵を売ってるってことぐらいもう知らなかったんですけど実は <laughs>、うん、なんか買ったって言ってて <laughs> あ,あったんだと思ってでそれを見て僕もなんか2日目急遽絵を売るっていう <laughs> ことをしてまあ別にそんななんだろう まあ高くそんな高く売ってないし、別に売れるとも思ってなかったんですけど、なんか買ってくださる方もいて、へぇ、すごい。うん、そうそう。あのデザインシップ・ドゥーとかで活躍されてる、あのツイッターネームだとスワンさんっていう方ですね、へ<ー>デザイナーさんなんですけど、うん、すごい。なんか、ちょうどアクリルが探してたんですって言われて、<laughs> そんなこともあるんだなと思いました、ね。<laughs> <laughs> よく平塚から持ってきましたね、うん、ちょっとね <laughs> あの額、額もつけて持ってったんで、だいぶ大きめだったんですけど、うん、まあもう台車でどうせ帰ってくるしいいだろうと思って、<laughs> <laughs> 持ってきましたね頑張ってすごいね朝に寝付けしてね。 <laughs> そうそうそう。いくらにするいくらにするって言いながらこう。<laughs> 吉瀧さん、いくらがいいと思う <laughs> って聞かれて。<laughs> そうそう。いくらなら買うって言って。い <laughs> <laughs> いくらにするだから。絵の根付けって難しいよね。だから、そんな、売ったことないしさ、絵を。確かに。うんそう、だから、多分これが適正値なんだけど、でも、会場で売るとしたら、こういう価格もありますよ。どっちにしますかみたいなことを言ったりとかして。<ー> <laughs> でもなんか、ちゃんとまあ、適正値というか、 あの僕は最初高い方で出した価格で出してねしっかり買ってくださったからへえすごいまあでももっと絵描きで食ってるとかっていう人はもっと高くするんだろうと思うけどそうですね、うん、まあこれぐらいなら手が届くかなぐらいの感じの値段で、まあ、買ってくださったんで、まあ、それでもねそんな安いものじゃないと思うんでたたかが絵に対して <laughs> 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 うん でもそれも面白かったなと思いましたね。うん、な,んかなかなかない体験でしたよね。あれはきっと。うん、いやでも本当、ああいう場を用意してもらっ,もらったというか、いただいた倉光さんには本当感謝し,し,したいって感じですね。感謝してますって感じです、ね。また、あ、あ,あれですよね <laughs> 戦闘。戦闘フォーエバーっていう戦闘のグッズを作ってる人たちともちょっとつながれたんで、うん、それも個人的には嬉しかったですね。そうですね。うん、なんか、またリサイズヘ m ムとかでも一緒に。 あそうそうよく妄想で言ってるあのサ,ウサウナとか戦闘の場所で公開収録をするっていうのができないかみたいな,、うん、なんか妄想でよく話しますそう,そう,そ,うそういうのできないかっていうのを雑にちょっと相談したりとかしましたけど <laughs>、まあ、あとポッドキャスト聞いてきましたっていう人も何人かねいてくれてそれも良かったですよ、ねうん、そう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 嬉しい限りですね 僕のことを声でしか知らなかったけど、本当に実在するんだと今日分かりました。<laughs> 報告に来てくれた,た。リアルバースもいましたよ。ちゃんと存在してたっていう。<laughs> あ、いつも聞いてる声だみたいな。うん、そういう感じで、はい。まあちょっとじゃあ、イベントは本当にありがとうございました。いろいろ来てくださった方とか、購入してくださった方も含めて。そうですね。はい。 またなんかね、同じように、こういう機会があれば、ちょっと積極的に出ていきたいなっていうふうな気持ちになりましたね、うん、改めて。やっぱ出店側に回ると楽しいですね。そうそうそう。うん、っていうのと、僕はもう体力的な課題を感じましたね、やっぱり <laughs>。いかに自分が普段外に出て動いてないかっていうのを思い知らされたっていう。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、まあ、分かりますよ。<laughs> ね、僕らこういう機会でもないとダメだなっていう。2> 僕2週続きだったんで うん、疲れますよね。なのでね、ちょっと鍛えようと思いました、改めて。<laughs> うん、リアルバースに出ていきましょう。<laughs> リアルバースってきついんですね。こんなに負担があるものだと思われた、リアルバースが <laughs>。実体化すると <laughs>。<laughs> 実体化すると大変なんだね <laughs>、はい。では、まあ、今日はだからその、クラフトコーガレージでも出展していました、そのボードゲーム。 僕らあのスーパーヒゲクラブっていうユニットを、まあ、僕の本山と吉武さんで組んで活動してるんですけど、うん、まあそれの、まあ、どういうふうにこう始めていったのかとかどういうことを考えたのか準備したのかっていうことをちょっとずつ話せればいいかなっていうふうに思っていますっていう感じですね。そ、うん、そもそも これをやろうまあボードゲーム作ろうっていうふうに始めるきっかけは僕が吉武さんに声をかけたところから始まるんですよそうでしたねちょっとボードゲーム一緒に作りませんかっていう雑にディスコードで投げたんですけど <laughs> <ー>でもそれに結構割とすぐこう吉武さん「いいっすねやりましょう」っていうふうに声かけてくれたんででそれがちょうど 1>, 1年前ぐらいなんですね。そうですね。さっきミーティングのログ見返してたけど、一番最初のログが2022年の5月の20日とかでしたね。うん、へー。へーそうそうそう。で、ディスコードで投げたのが4月の頭ぐらいで、で、僕がなんでそのタイミングで投げたかっていうのもあって、その、ちょうど、えっ、ー、と、毎年、東京だと2回あの、ゲームマーケットっていう、そのアナログゲーム、ボードゲームを、なんかこ、まあ、個人の人とか、まあ、企業さんも含めて、いろいろ作って売るっていう、まあ、なんていうの コミケみたいなイベントがあるんですけど、それの、まあ、春のイベントがちょうど4月、去年だと4月の終わりぐらいにあって、で、それに僕結構よく行ってるんですけど、まあ一緒に行く仲間として、もうなんか誰かいないかなっていうのもあったし、まあちょっと作りたいなっていうのもあったんで、なんか両方を兼ねて、ちょっと吉武さんに、ちょっととりあえずゲーム作りませんかっていうふうに投げて乗ってきたんであ、じゃあちょっと今度ゲームマーケットあるんで一緒に行きませんかっていうふうに。 こう流れに持ってったっていう <laughs>、うん、ところが一番最初だった気がしますね。そうでしたね。あの時はなんかどういう感じだったんですか吉武さんはその急にこいつなんか行ってきたなみたいなそのゲ, <laughs> ゲーム作ろうってあでもなんかこれ本山さんにも話してなかったと思うんですけど、うん、僕昔からボードゲーム作りたいなとは実は考えてたんですよ。ほうほうほ、えー、うほうて、ん、で それはんで考えてたかっていうと、えっ、ー、と、僕は当時、その、まだフリーランスになる前にいた会社があったんですけど、まあそこでいろいろその、なんだチームビーディングとか、あとはそのプロダクトの戦略熱帯だとか、まああとは、まあサービス開発とかみたいないろいろお手伝いをしてたんですけど、うん、なんか例えばそのチームビーディングとかって、あとはその、なんだ事業開発をするための、なんだろ、こう、シミュレーションとしてボードゲームって使えるんじゃないかなって、実はずっと考えてて、うんうん、で、 結構もうここ最近ってそういった感じのゲームを出してる事業会社さんとか出てきてたんで、はい、まあ僕はもうそっちはいいかなと思ってたんで、まあ、そこに本山さんからおさすい,いただいたんで、あ、これはもうぜひやりたいなと思ったんで、まあ、なんか自分のきっかけにもな,なるしいいなと思ったので、うん、そうですね、あの、イエスっていうふうに言った、うん、<laughs> 実はそういう裏があったりしました。なるほどね。もともと、まあでも、 吉武さんもね結構ボードゲームずっと好きでよく一緒に遊んだりとかしてましたもんね。そうそうそう。だから吉武さんなら乗ってくれるだろうと僕も思って声かけたんです。<laughs> なるほどね。これ多分別に一人でやってもよかったんだけどこれはやっぱりこう僕のポッドキャストの教訓からもう一人いた方がいいっていう,う <laughs> 教訓があったからちょっと誰か誘った方がいいなと思って。 誘うなら吉武さんかなと思ったっていう <laughs> いやありがたいですね僕にとってはもう渡りに船っていう感じでしたね本、うん、山さんは何で作ろうと思ったんですかいや僕も割とずっと作りたいっていうふうに思ってたまあもともともちろんゲーボードゲーム好きでたくさん持ってるし、うん、まあ遊んでるけどいやなんかもっとこういうゲーム欲しいなとかこういうゲームあったらいいなっていうのはやっぱりやってると出てくるから、うん なんかそういうものを形にしていきたいなっていう気持ちはあったんで、なんか作りたいと思ってたんですよね。それは結構前から思ってたんですか結構前から思ってましたね、やっぱり。やでボーードゲーム なんかゲームそのものもを作りたいっていうのも実はあっったんですよそののゲームっていうのもっと広くいくと単純に物理的なゲームだけじゃないじゃないですかやっぱりスマートフォンゲームとか普通にねコンソール機を使ったゲームとかもいっぱいあると思うんですけどそういうのを作ろうとチャレンジしたこともあるんですよ実は<ー>ちょっとだけね。へ<ー>ただ例えばそのじゃあスマートフォンアプリのゲームを作ろうってなるとなかなか自分一人の力だけで作るのってまあ 中にはそういう風にやってらっしゃる方もいるけど大変じゃないですかやっぱり、うん、その行動を書いてやるとか何かいろいろネットワーク構成作ってとかっていうのいろいろやるとか、うん、なかなか難しいなっていう風に感じたところもあってそういうのもなんかいろいろありながら、うん、でただボードゲームっていうぐらいの範囲であったら割と自分一人でも作っていけそうだなっていう風に思ったんだよね、うん、その自分が一応デザイナーでグラフィックデザインもできてとかデザインなんかいろいろ 入稿とかして、普通に紙物を作ったりとかっていう経験もあるから、これならまだ全然一人でもまああの完結できるっていうか、走りきれるなっていうふうに思ってたんで、ゲームって言っても、ボードゲームから始めてもいいかっていうふうにちょっと思ってたところはあったんですよね確。確かに。ゲームの設計ができれば、うん、あとはグラフィックデザインの技術は存分に生きるものですもんね。そう,そう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 。なので それもあって、い,なんかいきなりこうすごい対策のゲームを作ろうっていうところよりは、もうちょっと自分で手に届く範囲でゲームを作るってなったら、まあ、ボードゲームが良さそうだなっていうのもあって、うん、まあちょっと作りたいなっていうふうに思ってたんです。うん。 まだから、後々はそういうスマートフォンゲームとか、コンソール機のゲームとかを <laughs> 作りたいとかって言い始めるかもしれないですけど、ある程度こうね、うまくいってきたら <laughs>、まあでもなかなかそんなね、そこまで行くのも大変だろうとは思いますけど。で、まあなんかね、吉武さんと最初のゲームマーケット行って、で、そのさっき言ったように、最初のミーティングが5月とかでしたっけそうですね、なんかゲームが終わった翌週とかですよね、多分時期的には。うん その時とか何話してんだろうねいやでもあれですよ、こう、僕今見てるんですけど、うん、あでもあれですね、この時はもう結構テストプレイやった時の話とか書いてますね。えテストプレイもしてる、2022年5月20日で、あれですあのー、知ったかブリッジョの。ああ<ー>、はいはい,はいはいはい。だから、それこそあの、出口さんとかにも、ああ、もう、すごテストプレイ来ていただいた時の。うそ,そうなんです、ね 確かそのそう2022年の,その春の現場で買った新作もそこでみんなで遊んだりとかしたから、うん、そうだねそうだそうだゲームマーケットで買ったやつもみんなで遊ぼうって言ってでその時にちょっともうなんか試作1個作ってみたからそれもやってみるみたいな感じで持ってったんだそう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 あったねなんかねそもそも僕ら含めよくゲームをやるっていうね <laughs> そうそうそうあのボ,ボードゲーム <laughs> あ集まってちょっと遊ぶとかっていうのやったりしてたんだよね。うん。で、なんかその流れの中で、まあ、ある日、ギルドのオフィスに集まって、ちょっとボードゲーやりましょうみたいになり、うん、でな、何気なく行ってみたら、なんか2人が、今作ってて、みたいな。<laughs> 自分で作ってテストプレイしたいです、みたいな。そうそうそう。え,え、作ったのみたいな話をしてた覚えがありますね。そうそうそう。そうだ。 この時そ,それが1年前なんですねそうそれが1年前ですよちょうどそんなことをやっていたのがですねでその次の定例その僕たちの定例が6月の2日ででその時はじゃあどういうユニ,ユニット目にするとかーネーミングどうしようとかっていうのを話したりとかあ,あとはもうあの2人ともゲームアイデアをフィグまで作ってたんですよね、うん まあ作ってたというか、アイデアをどんどん書き出す場所みたいなので、あのフィグマン上にどんどんこう書き出していったりとかっていうのが、この時期ですね。そうだね。ねユニット名も結構いろいろ考えたんですよね、確か。二人で結構出し合いましたね。そう、なんかああ。うん、スプレッドシートにまとめて。ああ、で、この時に結局もスーパーヒゲクラブが良さそうっていうのが、本山さんから出て,て、 で僕からは、えー、とクラゲとハサミがいいんじゃないかっていうので出てたんですけど残ってますね <laughs> す <laughs> そうそうそう、うん、なんかいろいろ出したんだよなハイ「ハイゲームスとかっていう僕確か出したんで<ー>んかちょっと「ハイっていうのがなんかこう挨拶の「はい」みたいな感じで、はいはい、ちょっとこう勢いがある感じでいいなとかっていうのを思って「ハイゲームスとかどうかなとか。<laughs> でももうこの定例の時にもスーパーヒゲクラブに決まりましたねそうですね見返したらスーパーヒゲクラブ割と僕最初の方もうこれをプロジェクト始めようぐらいの時にこれがいいかなって思ってた最初の案なんだけどなんかこれがやっぱりよかった僕の中でいいなと思って <laughs> そもそもななんでヒゲなんですか二 <laughs> <laughs> 人ヒゲ生えてたっけこれはあそういやヒゲ生え <laughs> あのなんていうの分かりやすいあの鼻の下の,あの口ヒゲじゃないんだけどあごヒゲは生えてんだよね 吉、うん、武さんもあれ最近剃ってないよね別に僕は一応鼻の下と顎まあ頬周りと一通りあります、ね、ですよねまあ僕もまあそんなあれたっと整えていないけど <laughs> 顎ごひげを最近よくつけてるんで二 <laughs> 人の共通点何かなと思った時にあっひげがあるなと思ってそうそうそうそっからひげかと思ってひげといえばと思って某 N 社のキャラクターがいるなと思って、うん でまあ、僕はもう某 N 社を大変リスペクトしているので某 N 社にスーパークラブっていうのがあって。<laughs> はいはいはい これはスーパーヒゲクラブではみたいな。僕は完全にそっちが先なのかと思ってました。それオマージュなのかなって。先にヒゲそうだ、実は。なるほどね。うん、先にヒゲ共通点ありきで、ヒゲといえばもう一人あの赤い帽子のやつがいる。映画やってるやつね。そうそうそう、今。これからですかね、映画。確か。うん、そう。それで、 そのスーパーヒゲクラブっていう名前にしようって決めたんですよね。ねそうか。じゃあリアルありきだったんですね。<laughs> <笑><笑>ですね。で結構まあ名前が決まったんでも、うん、本まさんの方でその、まあ、ロゴだったりだとかあの細かい、えーまあ、プライマイからどうするかみたいな話はちょっとお任せをしてっていう感じで進んでいったりだとかあとは、まあ、ミッションとかまではいかないんだけど、まあ、ユニットとして、うん。 まあ作るゲームだったりだとかゲームの作り方の姿勢として、まあどういうところを大事にするみたいなのもね、<laughs> ちらっと話したりとか。話したねた。例えばそのなんか誰かをバカにするような表現はしないとか、うん、なんか当時話してたのは、あとはまあ海外展開をまあ見越せると、なんかなるべく言葉は使わない方がいいんじゃないかとか、やっぱコンポーネント、そのボードゲームを構成するカードとかコマとかは や魅力的にしたいよねとか,なんかそういういの話してててた記録が残残っっますねねる一応ブラ,ブランドというかユニットの全体のテイストみたいなのはまあ2人やるんだ人でやるんだけどそれぞれ作ろうとは思ってたんですけどその頃から、うん、なんか一応なんか統一した感じにはしたいなっていう話はしてたので、まあ、それもあって一応そのユニット名作ったりとか考えたりとかその 一応ブランドっぽいものを考えたりとかっていうのはしてたんですよね。いいっす、ね、でその中でゲームマーケットにはもちろんあのただ遊びに行ったとかあのゲーム買いに行っただけじゃなくてちょっと視察も込めてやっぱり行ってるんですよ。うん、でどういう感じの雰囲気なのかなっていうのをまずあの吉武さんにも味わってもらいたいっていうのとあとまあそうどういうふうにしてったらいいかなっていうのを考えながらちょっといろいろゲームマーケット回ってて結構ねその 場所にはよりますけど、雑多なんですよね、やっぱり、いろんな人たちが、やっぱり、うちはこんなんですみたいな感じで、いっぱいブース出してたりするんで、うん、ブースが、まあ、たくさんもう所狭しに並んで、ぎゅぎゅっとあるみたいな感じで、まあ、雑多な印象っていうのもあって、それもあって、だから、割とはっきりした感じのグラフィックにした方がいいなっていうのは、当初からちょっと思ってたんですよね。ああ、ヒゲクラブのグラフィックを。そう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 。うん あのゲームはもも別ですけどブランドとしてのカラーというかね、うんうん、でそれもあってなんかあの割と目立ちやすくてこう目を引きやすいものっていうのを考えていった結果今のこの黄色の背景に黒い文字で真っ黒の文字で、まあ、ロゴで入れるっていうだけの感じにするのが、まあ、一番こう目立つし。 いろいろと揃えていった時の一体感っていうのが出やすいんじゃないかっていうのもあって、もうこ,うこうして考えていったって感じですかね。うん、なるほどね確かに、うん、オインクゲームスとか見てても、なんか、なんていうか、パキッとした色使いの <laughs> ゲームが多かったり、ね、しますよ。うん、あと、なんか、別に対抗心燃やしてるわけじゃないですけど、そのオインクゲームスって、青がテーマカラーというか、ブランドカラーなんですよね、んうん、青になんか白く入ってるんですよ。うん 実は <laughs> そういうことのそれは今初めて知った別に対抗心とかそういう意味じゃないでもかぶらないようにしようとはまあまあ差別化としてはあったんですよそう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 ,そうで結構青テーマカラーにしてるブースさんとかっても結構多くてなんかちょっと他とはやっぱ違うテーマカラーにした方がいいなっていうのもあったのでこの黄色のカラーはやっぱ目立つしいいじゃんと思ってたっていう感じかなまあでも そういういうに決まってっててでまあなんかちょっとずつそのさっきのテストプレイじゃないけど2人でまあそれぞれゲームじゃあどういうふうにしようっていうのも考えるんだけどまあある程度認識合わせじゃないけどねさっきの誰かをバカにするような表現はしないとかなんか一応ゲームだから子供も遊べるようにとか子供が遊ぶっていうことも考えるんだけどでもやっぱりそれは子供に対してというか そうじゃなくて子供を子供扱いしないようなものにしたいしたいよねっていう話とかっていうのは、うん、なんかしながら割と認識合わせをしながらやってったっていう感じですよねうんそうですねでこっからも本山さんが「うん、いや俺は月1でアイデアを考える」って言い始めたそうそうなんだよね、うん、月に1個新しいゲーム作るって言って <laughs> <laughs> うん んかもうこの後のイベントの時点でもう次を作りたいとか言ってましたねいやもういや常にありますよだからもう僕はもう新しいゲームこれ今作りたいなっていうのが常に出てくるので作りたいゲーム今なんかもう5個ぐらいありますからね実は <laughs> <laughs> いやでもなん月に1個新作ゲーム考えるっていうのは、まあ、自分に課した課題みたいなものだったけど、まあ、これはこれで鍛えられたっていう側面も けど大変でしたねめちゃくちゃ<ー> <laughs> 途中からそんなことできなくなりましたからね結局 <laughs> そうですね最初の3ヶ月ぐらいは頑張ったけど <laughs> もうだんだん締め切りというか入校時期とか見え始めてから、ね、そう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  <laughs> 確かにかそろそろもう決めてなこれにしなきゃみたいなねギルロ社でのテストプレイやるたびになんか新作が出てきて <laughs> 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 そうそうそう。毎回違うの出してたからね、なんか。僕も一回ちょっとその、多分ん出口さん覚えてると思うんですけど、なんか透明なカードに印刷された記号を組み合わせるゲームとか、あれも実際に実はもう印刷会社にちょっと注文して、あの実際どういうふうにゲームができるかみたいなやってたりとかしたんですけどね、うん、そう、だから実はちょっとまあお金をかけたりとかはしてたんですけど。 やっぱやっていくうちに、ちょっとこれゲームとして成立しないかもっていうふうに気がつき始めて、ね、やばい、もうだんだん手元にゲームのネタがない、どうしよう。でも締め切りは迫ってきてる、やばいみたいなのが結構去年の多分10月ぐらいからのなんか,か,か感じでしたね。あうん。試作は結構してるんだよね。試作とテストプレイみたいなことは意外とこそこそやってたっていうか。そうですよね。だから、 もしかしかたらあそこでまだ試作で僕が出してたけど今後あの正式な製品になる可能性もあるかもしれないですなんかもうちょっとブラッシュアップして作ってたもの、うん、まあそれもそれで面白いなと思って作ってたものだったのでなんか全然出しても良いかなっていうふうに思ってたんだよね、うん <laughs> まあそんなこんなでね、やりながら。ちなみにそのテストプレイ僕ら、その、リアルで集まってやり,、うん、やりましたけど、それ以前にもやってるんですかはい、はい、なんか自分個人で、一人でテストプレイみたいな。ああ、それはや、僕はやってますね。なんかシミュレーション的な感じになっちゃいますけど、どうしても。あ<ー>あ、の、一人でやるゲームじゃなかったのでたの。それど、どうやってやるんですかそういうのって。 いやなんかもう自分の中に人格2つ作って、2つとか3つ作って、今回は今は A さんとしてやるみたいな手札持ってやるとか、また B さんに切り替えてとかっていう、常になんかみんなが勝とうとしてるっていうのをシミュレーションしてやるっていうのは、もちろんそれでその面白いかどうかの評価はできないけど、ゲームバランスのねチェックとかはなんかやっぱり総理やっていかないとなかなか難しかったりした、ね。なるほどね 自分の中に人格を複数作って。<laughs> そうそう <laughs> <laughs> いやえ。なんか吉武さんや、そういうやりましたああ、なんかみんなに見せないで自分一人でっていうのは、そんなになんかそんなにとかまなかったなっていうのと、あと僕のやつに関して言うとも、も、うん、あの元山さんとの定例会中に、あのフィグマ上でちょっとこう、やるみたいな。うああ、なるほど、ね。ちょっとフィグマ上で作ったゲームの,その、なんだろう、完璧にゲームを、その、 1>, 1から0までルール乗っ取ってやるとかじゃないんだけど、今こういうゲームを考えててっていう感じで、フィグマン上でこう動かしながら、こういうのどうだろうみたいなので、ちょっとこう相談するみたいなのをやってましたね。面白い。なんかそういうのチャット GPT とかできそうですよね。<laughs> なんか、ロールを与えてルールを与えて <laughs>、ね、<laughs> さっきの人格を下ろすじゃないけど <laughs>。今ならできますね、きっと。うん まあでもゲームアイディア作るときに確かにあの2人で同じ Figma のシートっていうか Figma の,のファイルでやっててで今こういうの考えてるみたいなのをこうちょっとちょっとしたグラフィックを交えながらうカードうーんカードコンポーネントみたいなの作ってみて並べてみたいなとか <laughs> <laughs> なんかやったりとかしてましたねミーティングでそれもね,すねあれはなんかだいぶ助かりましたねうん,なんかでもその派生で派生でというかあれですけどやっぱりなんか そこまでそのなんていうの物理的に合う回数ってテストプレイ何回かやらせてもらったけど、まあ、多く持ってないなっていうふうに思ってたんで、うん、なんかやっぱデジタルじゃないけどそのウェブ上なのかなんかそういう状況でそういうふうに遊べるというかテストプレイできるっていうのをなんか作りたいなっていう気持ちはやっぱりあるんですよね、うん、なんかうん、うん、確かに何、ね、かいちい調べたりしましたね何かそうそうそム を作れるオープンソースがあるらしいとか、うん、OSS があるみたいなとか。<ー>あとなんかね、一応僕もまだ試せてないんだけど、スチームになんかそういうやつがあるらしいですね。スチームのソフトとして、なんかそういうコンポーネントを自分で作っていって、まあ、その、 アナログゲームができる環境を再現するみたいなやつが中にはそういうのを使ってそのゲームを作ってゲームマーケットに最終的に出してるとかっていう人もいるらしいですね、まあ、でもフィグマとかフィグジャムとか良さそうです備するう要もなく <laughs> うすく <laughs> フィグマでそうあのカードを1枚ずつ別々のコンポーネントで作ってで裏と表でバリアント作れば<ー>なんか結構ある程度成立はするのかなっていうのはしますね <laughs> そうなんか相手のコンポーネント触っちゃダメとか見れちゃうなんかでも本当去年のだから春から夏ぐらいまではずっとゲームのことを考えてましたねだから僕はこれゲームにできるかもとかなんか普通に生活してて思ってじゃあどうゲームにしようかなとかっていうのをう考えて毎日暮らしてた気がするなんかそれどうやって考えてたんですかかなんか なんかゲームの考え方ってやっぱりそのこれ吉武さんとも話してたりしたりとかどう作るっていうのを考えたりとかするっていうのを話してたりしてたんですけどやっぱりなんか2パターンあるなっていうふうには思ってて1個はストーリー重視で考えていくストーリーから考えていくみたいなその例えばお,やお店屋さんなんかちょっとカフ,ェのやるカフェを体験できるようなカフェをオープンするのを体験できるようなゲーム にしたいみたいなこういうそういうストーリーから始めていくとかでもう一個がなんかルールベースで考えていくどっちかっていうとゲー,ゲームのルールの面白さの方でまず考えていってあとあとあとこうそれに合ったストーリーをつけていくみたいなはい,はい、はい、大体その2パターンだよねっていう話をなんか吉武さんとは話したりしてましたよねうん,うんうん、うん、なるほどねそれでまあちょっとこう日常生活で なんか面白いなと思った出来事とかなんかものとかあったらこれゲームにできないかなみたいなのを常に考えるみたいなそういう感じですよだからなるほどね。か僕もあれですねこうさっき少し話した透明なカードに記号が印刷されたっていうのを多分ちょっとリサーの方はちょっと言葉だけだと想像がしづらいと思うんですけど、うん、あれのこう発想としては あの、グラフィックデザインの手法というか、やり方をゲームにしたっていうことなんですよね。あ、まあ、なるほど。もう少しそのゲームについて詳細すると、あの、まあ、四角の透明なカード、だいたい4センチ四方ぐらいのカードに、えー、三角形とか丸とか、あるいはその開かれた半円とか四角形とか、棒線とかっていういろんな図形が印刷されていて、で、えー、その図形を組み合わせて、えー、お題を作る。例えば、 えー、まあ、猫だったら、丸を顔にして、三角二つを耳につけてるみたいなので、えー、猫は表現できるんだけど、まあ、それとは別にその、図形だけじゃなくて、文字でも答えてもいいみたいな。だから、半円って、開かれた半円って、あの、右向きにすると C に見える。で、三角も、ちょっとこう立てると A っぽくなるし、 あの棒線を2つ組み合わせると t に見えるみたいなでなんかこれの思いついたきっかけとしてはよくそのロゴデザインとかでこうアルファベットの a が三角になってたりとかするじゃないですかたまに図形としてであこれなんか文字ってアルファベットってどっちでもできるなみたいなので思いついてそれでゲームにしたみたいな,うん,、うん、なんか実はそういう背景があったりとかしますね。なるほどねじゃあそれは結構その前者のコンセプトから考えるみたいな。 発想なんですか、ね、そうですねまあストーリーは正直そんなにはなかったんですけどうん、うん、まあ自分の身近な部分からそのちょっとゲーム性を見いだして転用するみたいな、うんうん、なるほどね元山さんの方はどういう感じなんですか発想としては僕のやつはでもどうだろう僕のやつもでも割と今あのテストプレイしてたやつとか、あのー、今回販売してるやつとかは割とルールー 重視で考えてるような気がしますねすごいストーリーから考えるっていうよりは割となんかこう最初にまず作,る作ろうと思ったものとしてなんかちょっとプリミティブ寄りなものにしようかなっていうふうに思ってたので一番最初は<お>なんかもうプリミティブなゲームみたいなその何て言うんだろう「うの」とか「トランプ」みたいなそれ,それぐらいまではいかないけど<ー>どっちかっていうとそっち寄りというか。なるほどね にしようかなっていう最,最初はそうしようかなと思ってたんで今後またちょっと違うやつも作ってみたいっていうのはもちろんあるんだけどっていうのもあってあんまりこうストーリーからっていうよりはまずルールこういう風になった時にこうなったら面白そうだなとかっていうルールベースで考えてる部分とかっていうのは多かった気がしますねやっぱりなるほどねでまあ春から夏ずっとそんなことをひたすらやっててでいよいよもう9月10月ぐらいになってそろそろもう 次来,年来年の春のゲームマーケットに向けてちゃんと作ってもう入校とかしてっていうのをやっていかないとねっていうぐらいになってきて2人とも焦り始めるっていう感じになっているんですけど、うん、<laughs> でなんか春はまだちょっと予行演習というか、まあ、下見ちょっとした下見ぐらいの感じでゲームマーケット行ってて実は、まあ、視察と言いつつね、まあ、割と楽しく行ってたんだけどその秋にもゲームマーケットって東京の場合はあって。 その秋の方はどっちかっていうとすごい真面目に言ってましたね。その本当の視察としてなんか <laughs> ゲームマーケットに行って、もちろんあの、ね、ゲーム買ったりとかもしてたんだけど、なんかブースどういう感じにするみたいなとか、そういうものの,ブースの写真撮ってたりして、ここのブースいいから、これちょっと周りにしようみたいなとかで写真撮ったりとか。それ、この間僕もそのフィーチャードプロジェクトでリンダ売ってて思ったんですけど、そのブースの設計、まじ大事ですよね。そそ、うん、<laughs> そうそうそう 全然、なんか印象って変わるじゃないですか、<laughs> うん、やっぱりそれで。それし、ね、そこに来たお客さんにとっては、それがさ、やっぱり全てみたいに見えるわけだから、うん、なんか、やっぱりそれもあって、秋に行って、視察して、その、このブースはいいねとか、このやり方、うん、これはよくないねとか、ね、<laughs> 分かる,分かるっていうのを、そう、写真撮ったりして、<laughs> うん、これはちょっと真似しようと <laughs> か、いいところをうまく取り、<laughs> 取り、こうね、寄せ集めて。<laughs> っていうのをいろいろ考えたりしてましたけど、ね、ブースの上に高さを作ったりね、なんかど線,うううう線に向けて商品をやったりとか、<laughs> ライティングを調整したりとかね、なんか大事です。あと、なんかブース,ブース布って、サークル布がっていうのがやっぱりあった方がいいよねとかさ、当たり前の部分かもしれないけど、あと搬入しやすく、搬出しやすいようにするとかね。そそそそう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 ,そう <laughs> うんまあ、搬入搬出はまだあんまりそこまで考えてなくてそこの時は多分、うん、あの逆に今回の週末のイベントでこうシミュレーションできたところはあったよう気がしますけどなんでその結構その秋のゲームマの時は、うん、そのブースの話とかあとはこの間の倉道、えー、さんのイベントでもそう実際にやったんですけど、うん、じゃあ服装どうしようかみたいな話でで元まさんの方から。 やっぱそのテーマカラーの黄色のエプロンと、あとはマスクに、じゃあヒゲを印刷しようっていう話が出てきて。あれね。<laughs> そう。いや、最初。まあやっぱ言うて、その僕たちも、その、やっぱ初めて出展するユニットなので、知名度はないわけですよね。はいうん、なんかやっぱその時に、いかに記憶に残ってもらえるかみたいなのを、そうそう。あの当時はいろいろ考えてましたね。うん。 うん、このあのイベントで遠くから見てなんか変なおじさん2人がいるな <laughs> <laughs> ちょっとね <laughs> あのあれ僕的にはやっぱりゲームマーケットに向けてそう準備してるから、うん、あの空間だと若干こう浮いてましたよねやっぱり <laughs> いやでもなんかそれぐらい目に入るし<う> <laughs> で子供もよりねなんか怖がらず寄ってってたから <laughs> <laughs> 正解なんじゃないですか <laughs> <laughs> いやなんかもう特に僕はやっぱり若干コンプレックスじゃないけどなんか 背が高くてごつい肩幅広くてごついっていうさ、うん、でおじさんっていうさちょっと威圧感あるじゃんやっぱりそういう人いたら<か> <laughs> か<に>それをいかにこう和らげられるかっていうのを結構意識してるんだよねいやーいいと思いますよあのひげが特にマスクが <laughs>、うん、<laughs> そうそうそのひげのマスクもねなんかオリジナルで作ってくれるところをこう感じ なんかいろいろ探したりとかいろいろした結果そんなところはないなっていうのに気づいてアイロンプリントで自分でこうシコシコ作るっていうのをやったりとかしたもんね <laughs> 結局そのマ,マスクって大量消費するじゃないですかロットが1000ロットからとかそういうのしたんです,そ,ですそれしなんか僕らはそのなんていうのその前にそのヒゲが入るからその大体ウレタン例えばウレタンマスクとかって 半分ずつなんですよねその半分ずつを真ん中でこう縫い合わせてるみたいな構造になっててあその2つなんていうの左右の絵柄がそ揃わない可能性あるんでずれちゃうか <laughs> ねだからそういう危険性ありますよっていう製品がまあほとんどなんですけど、うんまあ、中にはなんかそのちゃんと合わせられるっていうなんかそれを売りにしてるマスクとかもあったりしたんですけど確か、うん、まあでもなんかいろいろ難しそうだなと思ってなんか発注するのは。 まあそれもあって、まあ、とりあえずイベントに出店するためで、そんなに数も多くなくていいから、なんかちょっと自分で作ってみるかっつって作ったりとかしてましたね。うそ,うそ,うそれでね、まあ、一体感を出すためにマスクと、あのそのサークル布とエプロン、黄色で作って、うまこれまでやれば、さすがにこう。 青ののの黄色のヒゲの人たたちだみたいなもそれ大事だと思う,うなんか僕らもリンダ売っててやっぱ、まあ、今回何人かで、うん、あの4人ぐらいでフィーチャルプロジェクトとかもシフト組んでやってたんだけどやっぱおじさん2人が並ぶ時って全然売れないですよ。特にこう IT おじさん2人が並ぶと <laughs> 僕とかもテンション低いし <laughs> だから全然ダメなんですよ。うん、でやっっぱちょっとあの あの手慣れたあの人事やってる女性とかがいると <laughs> すごいなんかあ<ー>あのやっぱね引きがいいんですよね群れでうん、うん、いやそれはねそうですよねやっぱり <laughs> <laughs> おじさんにはちょっとねデザイナーエンジニアおじさんが2人いるとねちょっと厳しいですよね <laughs> 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 まあだからねやっぱりこの格好もそうだしなんかキャラクターもある ある程度僕の中にこうやっぱりインストールしてそのキャラクターをね、うん、その今はこのスーパーヒエクラブのなんか陽気なおじさんとしてこう <laughs> 振る舞うんだっていう意識でやっぱりいたりとかっていうのはそういうのは結構意識したりした気がするけどね、うん、いやテンションはね上げようと思ったら頑張れるけどやっぱ見た目は、うん、<laughs> どうにもならないから <laughs> ああそう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 ,そう、うん、<laughs> でも結構僕はその見た目から入るって重要だと思ってて、うんだろう 見た目が変わると意外とこう自分を変えられたりすするるっていううのあると思うんですようん、うん、なんか僕昔大学生の頃イトーヨーカ堂でアルバイトしてたんですけどイトーヨーカ堂の生鮮売り場、えー、あの生花って言われてるあの野菜とか果物売ってる売り場でまあバイトしてたことあるんですけど。 なんかあんまりそういうバイト経験したことなかったんだけど、うん、だけどもやっぱりなんかさ商品並べるだけじゃなくていらっしゃいませとかちゃんと言わなきゃいけないとかさ、うん、あるじゃないですか、うん、で最初はなんかできるかなと思ってたけどやっぱこうコスチュームになるとやっぱりっなりきれるというかさう店員さんとしての自分になるみたいなスイッチがちょっと変わるみたいな。うん そういうのがあって割とこう切り替われるんだなっていうか,か、ね、違う人格になれるんだなっていうのあったんで、うん、ん案外こう形から入るって大事だと思うんです僕も剣道やってましたけどやっぱ道着着てなんか面つけると声をちゃんと出せるようになるっていうね <laughs> そう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 そそうそう普段の格好とかだとねなかなか難しいかもしれないけど、うん、なんかやっぱそういう形から入るといいなと思って。 しかも、かなりゴリゴリに変装してたからね、スーパーヒゲクラブの場合は。<や> <laughs> 僕の場合はあの、<laughs> 伊達メガネもかけてましたからね。あれ、伊達だったんだ。<laughs> 伊達ですよ。あれ、レンズ入ってませんからね。<laughs> <laughs> あの、なんでかけたかっていうと、あの一応、スーパーヒゲクラブの絵文字っていうのを僕は設定してるんですけど、その絵文字側のなんか、つけひげに、つけメガネみたいなさ、あの、なんか,なんかあ、ああ、ユニコードの絵文字。ひげのおじさんの、はいはい、そう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 、絵文字を、まあ、 スーパーヒゲクラブの絵文字と設定してるのでちょっとあれに寄せようと思って、うん、眼鏡もこう丸眼鏡みたいなやつをかけてやってたんですよなるほどね、うん、そこまで考えられていたとは <laughs> <laughs> ちょっとじゃあまあだいぶ長くなってきちゃったけどそろそろ吉武さんのゲームについて聞いてみようかなそうですねまあ僕のというかまあ2人のゲームの話をしていこうと思うんですけど、うん、そうですね今回の、あのあ、ー 初めて作ったボードゲームの名前は、うんえー、シンキングランキングっていう名前のゲームを今回僕が作って。うん、で、そうですね。まあ、ちょっと後で話が出てくると思うんですけど、若干右を曲折あって、えー、当初考えてたルールからちょっと変わって、えー、最新版のルールとしてはいろんなアイテムのカードを80枚用意したんですよね。例えば動物のイラストとか、 あるいはその食べ物のイラストとか、うんえー、いろんな食料の、えー、イラストとか、えー、まあ道具類とか乗り物とかっていうのが、えーまあ、80枚、えー、イラストだけが書いているカードがあって、そのカードを並べて、とあるテーマのランキングを、えー、作る、えー、人と、えー、それ以外の、じゃあそれがどういうテーマで作られたランキングなのかっていうのを、えー、カードの並びからだけで、 えー、まあ、推測して、で、もちろんそのテーマっていうのは全部決まっているので、えー、その全部のテーマが書かれたシートを、まあ、ヒントにしながら、じゃあこのカードの並びだと、まあ、こういうランキングを考えたんじゃないかっていうのを、まあ、推理しながら、えー、じゃああなたが作ったこのランキング、テーマはこれでしょうって言って、えー、正解みたいな、残念みたいな、そういった、えー、ランキングのテーマを当てるっていうゲームを、うんえー、今回僕は、えー、作りました。 これはなんかどういうとこから発想してったんですか、うん、これはですね、えー、と実際結構明確に発想元のネタがあって、うんえと、SF で海外の映画なんですけど、メッセージっていう映画ってお二人ご存知ですかメッセージわかんないっす。わかんないかも。あのー、なんか、 バカウケみたいな宇宙船が出てくるっていうので日本で話題になったんですけどああ確かにバカウケみたいなやつ出てくるね、まあ、<laughs> そう <laughs> でまあちょっとメッセージを軽く、えー、ストーリーを話すと、うんまあ、その異星人がやってきてで主人公が確か言語学者かなんかだったんですよね、うん、で、えー、とその異星人が何を話しているかわからんと政府に言われてでその異星人 その対面してでその異星人が,がなんか触手みたいなところか模様を出すんですよふわってで、うん、その模様をその言語学者が解析をしていってでどうやらこの模様は彼らにとって言語らしいみたいなのが、まあ、そのストーリーの中心として進んでいくんですけど。 そうそうそうで結構このメッセージっていうのもちゃんとあの現実の言語学者の人とか制作チームに入ったりとかして実際にちゃんと細かく設定を作ってたりとか、まあ、そういう申し合わせもあるんですけど、うんでまあ、結構僕メッセージ好きでたまに見かしてて<ー>でちょうどそのゲームのアイデアを考えてる時にその主人公の人が何回もその宇宙船に通いながらこの人は何を言ってるんだろうっていうのをこう毎回解き明かしていくっていう。 まあざっくり言うとその仮説検証のプロセスを見た時にその相手が何を言ってるか分かんないものを解き明かしていくの面白いなと思ったんですよ。でプラスそのやっぱ自分がデザインっていう仕事をしていく上で仮説検証のプロセスっていうのもすごく面白いなと思っていた面もあったっていうのがえ最初の方でこのゲームのアイデアを考えたえきっかけというかそれが発火点としてえ作ったっていうのと、うん。 あと、もう一個元ネタというか、ゲームのシステムに組んでるものがあって、これはアニメなんですけど、えっと、YouTube のオリジナルアニメっていうのがあるんですよね。YouTube ブランドが出してるで、その中に、えっと、リート o l i かなオブソリートっていう 3DCG のーまあロボットアニメがあるんですけど、あの、あれですね、魔法少女、マドカマギカとか、 の原作だったのウロビスさんっていうのが原案のアニメがあるんですけど、はい、でこれは何かっていうと、まあ、これも異星人が地球にやってきたっていうゲームなんですけどこれはその地球側からなんかある物資を異星人に提供するとなんかその見返りとしてなんか超強いあのなんか地球文明では到底作れないようなロボットがもらえるみたいなその物々交換があるみたいなのが結構げ、うん、あの。 アニメのストーリーの軸としてあるんですけど、なんかそういった、こう、異星人と交流して何かをもらうっていうのも、ちょっとその、今回のゲームでいうと、この、相手のランキングを当てると、そのポイントがもらえるみたいなところも、実はそういうところか、え、ま、引用として持っていきたいとかしてて。なる,ね、なるほど、なるほど。なので、そう、だから実はテストプレイとかの初期とかは、もうちょっと明確にストーリーがあって、そう星人ですよ、ね。<laughs> そう、そうなんですよ。異星人と交流をします。で、 えとまあ、各国の代表が回答側のプレイヤーでその最初はアイテムカードを1枚ずつ出していって、まあ、要はその貢ぎ物ですよね。アイテムを貢いで出すんだけどその異星人には好みがあって、まあ、つまりランキングの裏テーマがあってこのアイテム好きとかこのアイテム嫌いっていうのをこう。 言葉を返さずにこうカードを並び替えていって、で、回答側はそれを見ながら、じゃあ自分の持ってるこれはすごい気に入ってもらえるだろうって言って、その勝負を仕掛けるっていうのが、本当の初期アイデアとして、実はそういったストーリーがあったりとかしたっていうのがう、ね、はいはいはい。ありますよね。なんか、デストプレイの時親は宇宙人になりきってくださいみたいな <laughs> ルールがあって <laughs>、なんかなりきってやった覚えがある <laughs> あ<ー>。そうそうそう。 実は,それはさっき言ったメッセージっていう映画を。なるほどね。そこから来てたんですね。そうなんですなるほど。あれ、そ,その後、そぎ落としたんですかそこは。そうですね。なんか、うん、ここはいいかなと思って。うん、どっちかっていうと、もうその、ランキングを考える方に、うん、シフトをしていこうかなと思って、うんうん。なるほどね。よりシャープにしたんですね。うん、そうですね。あとそのいくら設定を言って,ても、みんな普通に,に日本語喋っちゃうから。<laughs> そうね。 <laughs> ちょっと難しいなと思い始めて。<laughs> なんか設定がもうちょっとルールに絡んでくると、もしかしたらあれかもしれないけどね。そのだから、宇宙人だからこういうことがありえるみたいなのとか、カードに反映されてるとか、なんかそういうのがあれば、もしかしたらあれかもしれないけど、うん、まあでも、全然なくしても成立するような部分だったから、結構それは良かったのかもしれないそうですね。 まあっていう感じでね、あのー、クラフトコーのイベントに出したんですけどね、やっぱりちょっとそこでも難しくて、うん、ルールがうーん、ね。っていうのはやっぱその製品版のルールだと、そのランキング1位のカードと、まあ同率1位か上回る手札を出さなくちゃ、あの、勝利ポイントがもらえないっていうルールだったんですけど、こうランキングを当てて、かつ、 自分の手札からそれで適してる手札を出さないと勝てない,っていうのがど,、うん、ど,どうもハードだっていうのに、まあ、作った後に気がツき、うん、ああプロトタイピング大事前は <laughs> <laughs> あ,あれだよねだからプロトタイピングして,してたのに <laughs> その <laughs> したけどさらに難しいつラ,ランキングのテーマが分かってもモチーフだにそれが一位になれるものがなかったらもう一生勝てないみたいになっちゃうみたいな話だよねそうそうそう かランキング、これが何のランキングか分かったって思った人でも、なんか勝てないって、すごいなんかこう、ちょっと、あんまりいいゲームデザインではないっていうものになっちゃってたので、そう、ちょっと、反省点ですね、うんうん。まあでもなんかね、それ今、ちょっと変えて、変えて、またアップデートしていこうっていう話はしてるもんね、うん。うん、ですねですね。もうランキングを当てることに、もフォーカスをするルールにしちゃって<ー>、そうそうそう、もうそこはすごいシンプルに。 していこうかなっていうので今ちょっと改定版を考え中です、ねえーえーえー、ちなみにそれは説明書とかを作り直すっていう感じなんですかそ,そうです <laughs> <laughs> 作り直しですいやー大変ですねそれは大変、はい、そうし,しかも僕の場合あのパッケージの裏面になんか1位を勝ち取れとか結構そういうそのもともとのゲームルールにのっとったテキストを結構書いちゃったんで ちょっとも、そう、だからパッケージ前さすがに再発注は難しいから、うん、まあちょっとそこは、ルールを完全に置き換えるのか、もうちょっとその、ラフに遊べるルールを追加しましたみたいな体でいくのかっていうのは、ね、ちょっとまだ<ー>考え中というか、悩み中。いやー、物理プロダクト難しいね。いいね <laughs> アップデートが <laughs> いー。いやー、ボタン一発でアップデートしたいですね。<ー> <laughs> なんか僕もだから、一時期そうそう、 説明書をつけないでもう全部ウェブサイトにとかっていうふうに考えてた時もあったんだけどねんなんかでもやっぱりそれはそれでやっぱりなんか買ったのに説明書ついてないのかみたいなところもちょっとさちょっとなんかワクワク感が減る感じもあるじゃないですか開けた時のんあとなんかみんなでね読み回しながらこう最初ゲーム始めるみたいなねことやりたいですよねうーん それもあってね、やっぱり説明書つけた方がいいよねっていう感じだったけど、うん、まあ、なかなかでも難しいよね。やっぱデジタルプロダクトと違うところ、大きくと違うとこ、そこだよね。やっぱアップデートが難しいっていう。<laughs> なんかさっきの簡易ルール追加っていうのは、なんかいい気がしますけどね。そうそうそう。あとは、まあですねこ僕のゲームに関して言うと、あの、うん、イラストがちょっと特徴的で。うん ですね、今回、あの、そのさっき言ったアイテムカードは80枚あるんですけど、まあ、80枚全部、えー、イラストが描かれているんですけど、まあこれは実はその僕が全部イラストを描いたわけじゃなくて、えー、まあダリ2っていう、まあ最近流行りというか話題の AI 画像生成ツールを使って、うん、まあそのイラストの下書きを全部80枚用意したっていうのが、うん、まあ実はちょっとセールスポイントじゃないんですけど、まあちょっとユニークな 点としててあるっいそのまんま使ってるわけじゃなくてあ,れあ,あくまでこうベースというかベースのものを書いてもらってそれをこうちょっとうまく自分のタッチにも合わせつつみたいなそんな感じにしたんですよね確か。そうですねなのでこうなんか外形というかシルエットは大体もうトレースでやってはいるんですけど、うん、例えばそのじゃあ動物はこの目こういう、まあ、お目目で統一しようとかあとは まあ色味も実はちゃんとカラーパレットを用意してて、まあ、この色数でえ表現しようみたいなのは、まあ、その辺りは結構自分の方で調整してっていう感じですね、えー、面白いこれカラーパレットは後からあ自分で色の,色の修正をやるってことですか そうですねあの全部イラストレーターで打率の,の画像をトレースというか、あすれど,、ね、どんどん作っていったので、まあ、最終的に色は自分でつけなくちゃいけなくて、でまあ、かつ、生成された画像は、まあ、色、そんなに、まあ綺麗じゃないものもあったりとかしたんで、じゃあ、この色味で統一、まあ、していったがまが、まあ、全体的な統一感も出るし、うん、じゃあ、考えていくかみたいな感じでつけていきましたね。うん、じゃあ、その輪郭というか、ベースを打率が作ってくれてるっていうような感じなですでね。 まあでも80枚違うイラストがあるゲームなんてあんまりないですよね。80枚あるんだみたいなだ、ね。だから結構ギリギリまでその文字だけにするかどうかすごい悩んで、うん、僕はもう絶対絵にした方がいいって言った、ねうん、い絶対イラストのプロジェそう,そう,そうずっとそうでずっともうたまにそう言ってるけども僕も打率をちゃんと使ったことはなかったから果たして80枚ちゃんと。 揃うのかみたいな。いや、でもなんかそこで80枚作るのがすごいわ、うん、逆に。その、僕だったら減らしてるもんだって。<laughs> <laughs> 80枚作ってんだもん、だって。そう。やっぱりね、どうしても、こう、カードの使う枚数、結構消費枚数が増えそうだなっていう感じがあったので、ある程度ストックがないと難しいなっていうのが、うん、最初の予測であったんですよね。あ、なんか多分テスト破りの時、イラスト屋でしたよね。あ、そうです、そうです。最初はイラスト屋を使って、 確かに何かこのイラストこう解釈するのみたいな何かそうそうそうその難しさあった気がしますよね <laughs> <laughs> そうそうだ,だからイラストとか絵の方がいいよねって話してたんだよね、うん、そのですねなるほどねこれプロンプトはその80通りあるってことですかそうですねただベースはほぼほぼもう同じであとはその、まあ、あるプロンプトが続いて、まあ、ある一単語だけじゃこれは えー、じゃあ、熊、ね、にしようとか、これはドラゴンとかっていうのを変えるだけである程度近しいものというか、<ー>そう、ある程度揃ったものが出てきたんで、<ー>そうそう、なしか何だっけな、えっ、ー、と、絵本風とかフラットイラストレーションとか、あとはホワイトバックグラウンドとか、あとは何だっけな、まあなんかそのあたりのこう、なるべくフラットなイラストが出るように、<ー>かつまあ背景がない状態で出るっていうもので、まあ終盤はそれでこう、なんとか見つけてやったっていう感じですね。へーうん ただ、なんかあのどうしてもなんでかわかんないけど絶対にイラストというかなんだろうイラスト風のやつが出てくるやつがな,かっなくて、うん、例えばあの虫のアリとか、うん、あとあのラーメンとかがかなり難しくて、うん、なんかアリがそもそもリアル調のイラストしかもうどう頑張っても出てこなかったなるほどね <laughs> <laughs> あと、ラーメンがこれ絶対ラーメンじゃないでしょみたいなのしか出てこなかったりとか、た<ー>多分 AI 側の,そのラーメンに対する認識がこう薄すぎて、多分出てこないんですよ <laughs> じゃ逆にドラゴンとかそういう実在しないものの方がよかったりするんですかね。<laughs> そうですね、なんかやっぱりなんだろうな、おそらくよく出力されるようなものの方が精度は高かったですね。ーうーん あとそもそも写真に撮れないものとか、なんかそういうのほうが <laughs> いいんですかね。うん。いや、でもね、あれじゃないですかやっぱり、日本の文化が深いものの方がきつい、きついとかあるんですよじゃないのそのあ。それはそう。なんでかっていうと、もともと最初、カードリストの中に寿司入ってたんですよ。うん。寿司がね、一向にね、ちゃんと出てこない <laughs> へ<ー>。へえ。なんかこう、ファンタジーみたいな寿司ばっか出てきちゃって。へ やっぱそういう,うなんていうの学習の傾向はあるよね。ね教師データの偏りがある。そう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 。っ <laughs> <う>ていう苦労はあったんですけどまあなんとか80枚無事揃いましたね、うん。まあでもテストプレイして結構どんどん良くなっていった面もあったよね確かその。例えば最初の方ってあのテーマが全部書かれたシートってなかったじゃないですか。 なかったですねそうそうでどうしてもこれ多分やり続けていた人の方がどういうテーマがあるか知ってるからその人が有利になっちゃうよねっていう話をしててじゃあもう全部テーマはこれがありますっていう見せた方がいいんじゃないのっていう話とか、ね、ああ<ー>、ね、確かにね確かにテストプレートでんかそんないう話してましたねかそう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 ですねなるべくこうやっぱりゲームをなんだろうなこうちゃんとできるというか こう、スムーズにやっぱできる工夫って、うん、あやっぱ大事なんだなというか。うん、なるほどね。こう、考える幅をあえて狭ませるみたいな、<laughs> なんかそういうのが大事なんですね。ですね。やっぱりそのさっきのルール改ての話でも話したけど、ね、やっぱりこのゲームの肝ってランキングを考えて答えることなんだなっていうのがやっぱようやくわかり始めてきて。はい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 。うん。なるほどね。まあ。 結局ねだからその週末にイベントで遊んでもらった人にももう最後の方ずっと掃除してましたもんねだからその1位をその出せとかじゃなくてもうこれ何,何,何順みたいな感じでこう <laughs> 当ててもらうっていう方にもシフト完全にシフトしてましたからねやっぱりそうですね。なるほどなどんどんそのテストプレイのあの宇宙人な真似をしてた頃からだいぶそき落とされて <laughs> <laughs> よりプリミティブになっていったんですね。 いやどんどんゲームとしてはシンプルになっていきましたね。なんかサービス開発っぽくていいですね。いやでもなんか僕のやつもそうでしたけどテストプレイはやってもやっても足りないなと思いましたね。あなるほどね <laughs> 感じとしては。うん、なんか終わりはないような気はするというかその調整に調整とかなんかこう改善に。 まあ、多分ね、サービス作りとか、プロダクトとかも一緒だと思うけど、うんうん、やったらやった分だけ、あ、ここもうちょっとこうすればよかったな、みたいなのが、それがデジタルプロダクトだと、その場で直せんだけど、<laughs> すぐその、ね、物理プロダクトだとなかなかそうはいかないんで、ああ、ボまドね。はそこがだっやっぱい。 これでもういけるかなって本当にいけるなって思うところまでやんないとダメだなっていうふうに思いますよね確かに、うん、そう考えるとまあコンソールゲームを今ではアップデートできるけどこう、うん、ボトゲはね無理だからそうだ、ね、難易度高いっすね、うん、難易度高いっすね <laughs> そういう意味ではうん、まあ、だからど,どれだけ準備頑張れるかなのかなっていう感じはしてきましたねうんですねなるほどね 本山さんののゲームの話をしましまょう、うん、おう僕そう,そうですね僕のゲーム今回は作ったのは「ボンボン」っていうゲームなんですけどこれもまあさっき言ったように割とルールの方から考えていったゲームで一番最初はスカウトをイメージしてたんですよねスカウトっていうかスカウトなんていうのうんそのまあ ゲームとしては、一つのゲーム、一つのゲームじゃなくて、一つのカードを、まあ、プレイヤー同士で取り合う、取り合っていくっていうような、まあ、だからその取り合うっていうのがスカウトじゃないですか、なんかゲ、ゲームのあ、ゲームっていうか、野球のスカウトというか、ドラフトみたいな感じ、ね、というか、そうそうそう、そういう感じの、まあ、うん、取り合うっていう、まあ、ゲームなんですけど、まあ、それ、 をやるにあたってただ、なんかそういう取り合うゲームなんだけど、もうちょっと先も見えてたら、そのじゃあ今回は取りに行くのか取らない、取らないのかっていうのをこう駆け引きできるんじゃないかみたいな要素を入れたくて、うんでそれであってちょっと特徴的なものとして、その取り合うカードとその次に取り合うカードが見えてるっていう状態でこうやっていくっていうシステムをまず最初に考えてたんですよね。うんでその上で、まあ なんとなくこうモンスター的なものがいいかなっていうふうに最初ちょっと思ってたのでそのモチーフとしてね、うん、でそのモンスターが自分のチームに一緒になろうぜっていうのをそのスカウトしに行くというかさ、うん、そういうストーリーっていうのを最初考えててでそのモンスターの特徴っていうのがいくつかあってなんかこう目がいっぱいついているとかトゲが。 角ががあるるととかか尻尾が生えてるとかでそういうのが共通点があるやつが多くいるほど撮りやすいみたいな,、うん、なんか最初はそういう発想でちょっと考えてたんですよでまあなんか最終的にもうちょっとそれをこう何て言うのシンプルにしていった結果なんかめちゃくちゃシンプルになっちゃったんですけどその、まあ、でも確かテストプレイの時はそんなにあのザ・モンスターっていう感じじゃなくて。 まあ、すごい分かりやすい図形、うん、丸とか三角とか四角、まあ、今もそうなんですけど今最終形もにちょっと目をつけただけみたいなあと色が違うとか、まあ、それぐらいの、まあ、なんかちょっとモンスターっぽい何か可愛い何かみたいな感じにしてたんですけど、まあ、それでこう,うまくこう取り合っていってで今回は取るのか取らないのかみたいなの駆け引きの部分をもうちょっとだけ複雑にしていったっていうようなゲームですね。うん なんか大富豪っぽい感じですよ、ね、あそう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 なんか大富豪まあ大富豪なのか超プリミティブな大富豪みたいなそうですねなんかでもちょっと思ったのがやっぱり最初に言ったように今回は一番最初にちょっとプリミティブな感じの原始的なゲームというか、うん、UNO とかまあその大富豪もそうかもしれないしなんかそういうよりのゲームを作ってみたいなっていうふうに思ってたのでなんかあんまりこう すごいいろんな種類のコンポーネントを用意するっていう感じにはしてし,しない感じにしようと思ってたんですよ。うん、なのでその手札としても持って出すカードとかそのラウンドカードっていうのを全部同じで共通で使えるようにしてその,そのまんまそれがなんか攻撃する攻撃というかね、まあ、その得点になる数字にもなるしその取ったカードが勝利点にもなるっていうようになんかうまくこうシンプルになるように。 構成するようにこうに考えていったっていいっったのはありましたあもちろんあの吉武さんのやつみたいに専用のねそのお題カードとイラストカードみたいなのを用意しなきゃいけないとかっていうのもまあゲームによってはもちろんあると思うしその方がいいっていう場合もあると思うけど、まあ、できるだけそれをしないように一つのコンポーネントでできないかっていうのを結構うまく考えていったっていうのはあったかな最初の方でね。うん、それで確か、まあ、テストプレイもやっ たりしてで確かね出口君たちとやった時はまたもうちょっと違ったルールだった気がしたんですけど、うん、なんかやっぱりそれだとそこまで面白くないなっていうのを思ってたのでなんかねまた別で僕の友達とテストプレイとかしてでもうちょっとかなり複雑にしてそれを最終的なその製品版の説明書として落としたんですけど、うん、まあ結果的に僕もそれ イベントでいろいろ私有とかまたしてもらったりとかして難しくしすぎたなっていうのを改めてこう感じて結局ね <laughs> <laughs> でまた僕もまあ同じようにアップデートしようって思ってるんですけどその説明書とかっていうのをああそうな <laughs> <う>んだ <laughs> ちょっとねやっぱり難しすぎたね <laughs> なんかやってるとやりすぎて てるとなんか、どんどんこれじゃあ、ちょっと物足りないなってなっていっちゃうんだよね、<laughs> なるほどね <laughs>。だから、多分テストプレイもそのやってたのが、自分と友達ととかっていうふうにやってたから、なんか物足りないなって、なんか自分の中でどんどん感じてっちゃってて、それが良くなかったような気がしてて、なんかちゃんとこう知らない人がいきなりこうテストプレイやるっていうのを、何回かやんないと、ダメだなっていう、<laughs> まあ、サービス作りと一緒ですね。 お味ですね <laughs>、うん、本当そうだね <laughs> どんどん足していっちゃうっていうね <laughs> そう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  <laughs> 悪い悪い癖だよねなんかそういうのは本当だからちゃんと客観視できてなかったなっていうのはちょっとありましたねだからそういう意味ではなるほどうんまあでもなんかそのねイベントのちょっとイベントで遊んでいただいた方たち向けにいろいろためちょっとちょっとずつ僕もだからその スペースでやってたやつを。 アップデートしてって、今回はちょっとここを変えてみようみたいな感じで、こう、う微妙にルールを変えながら、実は、ね、遊んでて、CU スペースで。<laughs> じゃあ、あの CU がもうプロトタイピックの本場だっつって。そう,そうそうそう。製品版売ってんだけどね、こ <laughs> の間。<laughs> <laughs> でもなんかもう、二日目からさすがになんか申し訳ないから、あの、ちょっとこれ実は今遊んでいただいたのは簡易版で、みたいな感じで話して、でちか、ちょっと近々アップデートする予定なので、またちょっとお知らせしますって,って。 <laughs> そういうふうにやってましたね <laughs>。<laughs> なるほどねいやなんかでもグラフィックも僕も結構こだわってる部分は結構多くてやっぱりだからそのルールもちゃんと考えたけど、うん、僕も吉武さんも好きなそのブランゲームブランドというかゲームメーカーとしてやっぱオインクゲームズってあって、うん、まあのちっちゃい箱のシリーズでずっと出してるんですけどよくよく考えられてるんですよやっぱり。すすごくシンプルなグラフィックだだったりするんだけど、うん 例えば色で識別しなきゃいけないものってあったりするじゃないですか、この、うんまあ、とかでもそうだと思うけどその赤と赤重ねるとか揃えるとか、でも中にはやっぱりその色が見づらい人色弱とか色盲とかっていう人もいるからそういう人に向けたなんか工夫っていうのは結構、オインク・ゲームズさんとかちゃんとやられてて。そうですよね <laughs> うん、今ちょうど「テキパキモギモギ」を見てたんですけどはい、はい、テキパキモギモギっていう,なんかなんだろう何パターンかあるフルーツの形のおはじきみたいなやつを制限時間内に集めるみたいなやつですけど、うん、まあそれもねその形で識別できるしあと色と模様で識別できるようなものになってますね。 なんかこう識別でできるるよよううににっってていう風にしあたりするんですんだからそういう部分とかっていうのを気を使ったりとかあとその手札で持った時ってやっぱきなんていうのこう並べて持たないじゃないですかすごい綺麗に並べてちょっと重ねて持つじゃないですか。ね、で僕のカードだとその真ん中に描かれているそのボンボンっていうお菓子のまあ絵柄と形色と形がまあ重要な要素になってくるので。 なんかそれがこう手札で持った時にどうしても隠れてしまったりとかするんですよね、うん、その真ん中にかれてる部分がだから、まあ、ゃそ,のそういうふうに持った時でも分かりやすいようにその左カードの左上の数字の下にもちょっと小さくその何の,印の形と色の図形がありますよっていうのを、まあ、見えるように書いたりっていう工夫とかはいろいろしたりしてますね。あと,あれか6と9が逆さでで読んかれるように <laughs> 河川、うん、代わりになってる部分もあるんですよねだからその,かその図形が下にあることで数字、うん、の下にあることで、うん、とかねあとまあそのプリミティブだって言ってたのはちょっともう一つ理由があってその別に今すぐじゃないけどその世界でも通用するようなものを考えたいなっていうのは思ってたんですよね。うん、無言語化ででききないかってできるだけ、うん 文字が読めたりしなくてもできるものはできるだけにしたいなっていうのはそのさっき言ってたそのなんていうの子誰かをバカにするような表現はしないとかっていうその全体の思想みたいなチームの,の中にも一つちょっとこうできたらいいねっていうの,の中に無言語化っていうのがあってやっぱりうそういうのも結構考えてた部分があって割とこういうプリミティブ寄りなもののゲームっていうのをに今回はちょっと絞って考えてたっていうのはあって。 ただグラフィック考えてる時実は一時なんかすごいモンスター寄りになった時あったんですけど多分出口君には見せたことがあるから知ってると思うけど、うん、そうですね、うん、めちゃくちゃモンスター寄りのなんか図柄になったことがしてたことがあって、うん、まあただやっぱりなんかこれ誰でも好かれるようなものにはならなそうだなみたいなふうに思って、まあ、結果今のこう。 割とシンプルな絵柄になったっていう部分もあったんですけど、うん、まあなんかその辺の話はまたちょっとブログとかにも書,い書こうかなっていうふうに思ってますね、うん、なんかモンスターの絵でなんかどう思うって言われたからちょっと暗いかもしんないですねみたいな話をしてた思い、うん、<laughs> そう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 テイストとしてねなんかやっぱり一応なんかその時のゲーム名は、えー、とスカウトデビルっていう、うん、確か名前 だったかななんかそんな感じの名前にしてた気がしますけどで若干こうデビルだからやっぱり若干トーンとしてはく暗いというか、うん、まあだけど絵柄としてはポップなんですよある程度、うん、な感じにしてたんだけどまあなんかでも人を選びそうだなっていうのも思ったりとかしていろいろ僕もだからその出口くんとか他の人にもこ,うこれどう思うみたいな風に聞いたりして、うん、うんちょっと変えるかってやっぱりなって今の形に 落としまあそう考えるとやっぱホインクゲームスとかなんかこうよく考えられてますね <laughs> こう今はいやよく考えられてますけどそういうアクセシビリティ的な話も含めてまあでもかわいいっていうところもちゃんとあるしブランドとしても全部トーンが統一されてる感じもありますよね、うんうん、そうそうそう本当によくできてるなって っていう印象ですよねんなんかこうゲームとしてももちろんそうなんだけどなんかデザインされているものとしてすごくよくできてるなていう印象だな、ね、これオインクゲームスっぽいなっていうのがちゃんとありますよ、ねうん。なんかね割と最近そういうなんていうのこうゲームメーカーさんここはこれっぽいなっていうゲームメーカーさんっていう結構いくつか出てきたオインクゲームスさんもそうですけどんなんか一点っていう。 なんかゲーム作ってる会社ですとか,<ー>なんかここはこういう感じのテイストなんだなっていうのを割と分かりやすくして売って作ってる方っていうのもメーカーさんも多いですねうん増えてきましたねうん面白,ね面白いですねまあそ,のそういう割とだからゲームもそうなんだけどなんかグラフィックデザインとかアートワークとかなんかその辺も割とこうやっぱり僕らはどっちかっていうとデザイナーっていう文脈で 今もそうですけど仕事してきてるんでなんかその辺を結構こだわってるポイントっていうのはおお多いんじゃないですか吉武さんも。って思ってるんですけどね、うん、いや思ってた以上にやることが多くてまあまあまあそれはそうですけどね <laughs> そうです、ね、いやなんかいや改めてなんかやっぱアートディレクターの人とか,なんかすごいなって僕改めて思って。 普段そんなにこう、やっぱ自分って UI デザインっていうその画面の中のデザイン一本しかやらないから、こんなにこう、はい、パッケージを考えて、ロゴを考えて、でもちゃんとイラストのテイストもちゃんと合わさないといけないし、説明書を作んなくちゃいけないし、おー,おーみたいな感じで結構こう、まあ戸惑いながらやってたんですけど、まあもちろんすごい楽しかったんですけど、うん ねえ、これに加えてブースのこととかも考える人が出てくるし。<laughs> そ,うそうそう。ウェブサイトも作ったんですよね、よ今回。そうそうそう。<laughs> ウェブサイトもね、なんか、まあもともと、まあちょっと作りたいなとはずっと思ってたんですけど、僕はまあなんか、うん、なんかまあゲームマーケット終わって、 公開できればいいかなと思ってたら、いや、吉武さんが、いや、なんか一番いい時に出すべきだって言って、そ, <laughs> そんな強くは言ってないよ。<laughs> ああ、そうか、みたいな感じになって <laughs>、じゃあ頑張るか、みたいな僕はなって、<laughs> そんなこと言っていや、僕はどっちにしますかって言ったんですよ。倉スさんの時のイベントに合わせるのか、ゲームマに合わせるのか、どっちにしますって僕は言ったんですよ。<laughs> いや、それでど、じゃあ僕はどっちがいいと思うって言ったら、倉スさんの時に出すのが一番いいと思いますよって、あの、まあ、<laughs> その吉武さんは一応さコミケとかの経験とかもあるから僕はないけどそうそうそれもあったからまあそこは僕は吉武さんに従おうと思ってたんですよ一番最初に <laughs> そうそうそうやっぱりそのゲームのやっぱどんなこともそうだと思うんですけどお披露目した時が一番こうみんながバッと盛り上がってくれるってうで、んね、まあそこに合わせるのがいいんじゃないですかまあ確かに言いましたねでしょ <laughs> いやでも全然僕はそれがあの悪いとか全然そういう意味じゃなくてあじゃあまあそういうならそうするかって言って結構頑張ってね 3月とか死にいながら、ウェブサイト作ってましたね。<laughs> ショピファイも、<laughs> ショピファイの開発もやったんですよね。<laughs> そうそう、ショピファイの <laughs> 組み込みとかしたり、<laughs> ちょっといろいろ分かりないこと調べながら、やってたりとか。一応言っとくけど、僕まさか、あそこまでそのショ o p i f 使う とも最初は思ってなくて、うん、<laughs> <や>そうそうそうでね別にベースとかあのストアーズとかでもそうそうストアーズとか使うのかなと思ってたらなんかショピファイのことを調べ始めてたからおおなんかやる気だなと思いながら <laughs> いやまあそこはねちょっとドロ泥臭いというかあのあのビジネス的なこと言うと単純に手数料の問題とかがあったじゃないですかやっぱり<ー>そうだねその出口くんとかを先行してやってくれてたから僕はもうその話を聞いてたんで、うん なんか、そうそうまあ、やるとしたら、ショッピファイでやるのかなってずっと思ってたんですよね。だから、それもあって。僕はリンダの時にショッピファイで開発してたから、<laughs> 手数料はこうでこうでっていうのと、s h o p 使うとこういう落とし穴があるんでっていう話を、てまさんにししそうそうそう。だから、からそれもあって、まあ、そういう話を聞いてたから、まあ、一応、ちょっと聞いたりもしてたじゃないですか、なんか、ちょっとだいぶ前から、今年の初めぐらいとかにもさ、なんか、 リンダの時なんかこう検討したやつどう,、うん、どういう感じだったみたいな。そうそうそう,そうそう。だからそれもあってまあもうそれも聞いてたからまあショッピファイでなんとなくやるかなっていうのはもう決めてたんですよね。うん、でまあ一応さ、まあ、別のショッピファイだったらショッピファイのなんかこうアイテムが並んで買えるページみたいなシンプルなページが用意されてたりするけどさすがにねゲームの紹介する売るってなったらさゲームの内容わかんないとなかなか。 こうちゃんと伝えられないと売れないかなとか知ってもらいたいっていうのはあったんで、うん、やっぱオリジナルでちゃんとそういうページを作って変えるっていうふうにしないとなっていうふうには思ってたので、うん、結構がっつり作りましたよねだからウェブサイトい今見てるけどるちゃんとカートも作って割とがっつり作ってます、ね <laughs> うん、カートめんどくさかったですねめんどくさいよねこカートはめんだから今ももしかしたらどっか落とし穴があって 実はあるかもしれない、あの変なバグみたいなのが。うん、僕、1個見つけたんだ後で教えます。<laughs> <laughs> ああ、ああ、ああ、はい、はい。いや、でもなんか最近は、あの、チャット g p t っていうのがあって、ちょっと便利ですね、やっぱり。うう <laughs> なるほどな、ね。あの特にコード書くには。<laughs> は,いはい。あ<ー>なんとなく、サンプルコードをちょっと書いてみてくれないみたいな感じで。まあ、もちろん、それをそのまま使えるわけじゃないけど。 まあそれを参考にしながら書いたりとかました、ねね、どっか借り出して便利ですよね。うん。便利でしたね。そういう意味では。<laughs> すげえな。グラフィックもやり、ゲーム設計もやり、ショ o p ファイ開発もやるという。<laughs> <laughs> いやー、なかなかハードでしたね。ていうか、ハードにしたっていう側面あるかな、ね、いや振り返ると思いますけど、ね。ハードですよ。リンダだって、僕と倉光さんで、<laughs> <う>僕が開発やって、倉光、うん、さんにデザイン全般みたいな分担してますからね。 <laughs> うんいやなんかそのやることっていう以上にスケジュール的にやっぱりね後回しにしすぎてたねそのなんかそうだ、ね、もっと早めに動かないとだめだなって改めて思った、うん、というか、うん、<laughs> あんなゲーム何個も作ってる場合じゃなかったなみたいなこう結構だから今年に入ってからいもうすごい勢いで準備してましたもんね僕と吉武さん。 <で>そうですね。まあもちろんそれはね、ゲーム間の前に、そのクラフトコのイベントに参加するっていうのを決めたから、間に合わせるぞっていう、そういう面もあったけど。うん。うんでもね、ほとんどだって、入、入校するためのデータ、まだ、ちょっとも作ってない状態だったじゃないですか、多分今年入って。そうですね。<laughs> そっからって僕そ、頑張って作ってみたいな感じだったから。<laughs> うん。僕、ロゴ1日でしたよ。<laughs> <laughs> いや、でもそういう締め切り大事ですよね。 締め切りはまあ大事だ、ね、<laughs> 僕らもリンダのショッピファイ作ったの、なんかあ,のまあ、あるイベントに呼ばれ登壇で呼ばれたっていうのがあったから、そこの場で売ろうって言って、1週間ぐらいで <laughs> 作ったりしてたから。いからね、まあでもだいぶその、こうなんていうんですかね、初手というか、その初回で声だけいろいろ苦労したから、うん、逆に言うとこう、まあ下地は揃ったわけじゃないですか。基礎とうかうん、まあそ、まあ、そうそうだから、まあ 多少次回以降は、まあ余裕がなあるとは言わないけど、もうちょっとね、ゲーム作りに集中できる、そうだ、ね、そうな、そ気はしますね。まあまあまあそれはそうだと思う。確実にね。うん、ただ、なんかそれ油断しちゃいけないってやつだよね。そ,そうそうね。<laughs> 新しいことやりたくなるやつじゃないですか。<laughs> いや、でも油断してると本当になんかもう気づいたら、あ、もう入校しなきゃみたいになってたりするから、ね、やっぱり。<laughs> ちゃんと、やっぱそのスケジュール、ちゃんと組まないとダメだね。当たり前だね、スケジュール組む。 いやでもなんか久しぶりにこうだからウェブサイト作るもそうだけどあのね SNS アカウントでちゃんとこう告知とかシュとかそういうのをやってとかっての今も引き続きずっとやってるんで <laughs> ん <laughs> 本山さんがあんなに SNS で告知してんの <laughs> なんかこう <laughs> 新しいなと思って、うん、あんまり僕そういうのしてこなかったです、ね、<laughs> そうですよねそうですよね <laughs> いやでもなんか やらないとダメだなっていうふうにも思ってたからずっと、まあ、当たり前なんだけど今回はちゃんと全部やろうと思って <laughs> いや頑張ってんなと思って <laughs>、うん、ちゃんと全部やってますよインスタグラムもやってますからねインスタもやって,の <laughs> やってますよツイッターもインスタも <laughs>、うん、ツイッターもノートもやってますよねノートもまあブログ書いてあのウェブサイトのお知らせにもなってるんで<ー>ブログも書いていやそれすごいな僕らリンダー ツイッターと、はあツイッターないやインスタだけですからね。なかなかねまあでもリンダはまださなんかそんなそのテキストで語ることまあね多くないかもしれないけど。積極、ね、飲んでみないとわからないからね。うんでもゲームってやっぱりどういう内容なのとかっていうのわかんないとやっぱりこうさうそのなかなか見た目だけっていうハケにもいかないから確かにねしかも遊んでみるのも一人で遊べないっていうのはありますもんね。そう,ねそ,うそ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 う。 まあだからそういうのをちゃんと伝えないといけないなっていうふうに思ってたんで、んまあ今回は本当に全部ちゃんとやろうと思って、全部ちゃんとやってます。まあ、当たり前だけど。いや、なんかさすがだなと思ったのが、あのシェア用の画像を、なんていうの、シェアするときの、なんか、台紙みたいなのを作ったじゃないですか。はい,はいはいはい。あれは、なんか、ちょっと前に確か、僕、ポッドキャストで話したじゃないですか。あのファンと、ファンと作るだっけ ああファンと作るデザインって話したじゃないですか。うんうん、あれをこう考えたりとか、まあ、そういう関係の本を読んでたりするときにその考えてたことでそのやっぱりそのファンと作るにあたってファンが活動するためのツールを僕らは用意しなきゃいけないよなっていうふうにやっぱずっとどっかで思ってたんですよ。うん、でその一つとしてなんかやっぱああいうものっていうのをちゃんとどんどん用意していくっていうのが必要なのかなっていうふうには思ってて。うん、っていうのととかかゲーームマーケットとかでも まあ、宣伝のためにいろいろゲームのチラシとかショップカードとかっていうのを結構配ってたりするんですけど、うん、なんかやっぱり僕もそういうのもらってもすぐくしゃくしゃになって捨てちゃったりするんですよね、うん、だからなんかちゃんと残るものちょっとでもちゃんと残るものにしたいなと思っててそういうチラシを配るとかにしてもそれもあってだからゲームマーケットではあのシェアシートをできるだけあのくしゃくしゃにならないちょっと厚めのシートでシートっていうか紙ですって。 無料で配りああなるほどねあ,あれは配るそうなんですねそうそうそう,そう,そう,そうあれは、まあ、今回はちょっとね間に合わなかったんで僕があの家で印刷してあのみんなが使えるようにっていうふうにあの置いてましたけど本当はあれにだから裏側はちょっとしたチラシになってたりとかしててで表面はそのなんていうのシェアシートとして使えるなんか普段の今日はこれで遊ぼうっていうふうな時に撮る写真みたいな感じで使えるものとして、まあ、こうゲームを置いて。 で別に自分たちのゲームだけじゃなくても別にいいと思うし他のゲームでそれ使ってもらってもいいと思うしっていうのを考えてたっていう、うん、なんかそういうものですね,ね SNS シェアシートみたいなの、うんまあなんかそんな偉そうなことではないけど単純にそのゲームを売るっていうことだけじゃなくてそのゲーム作ってる人とかそのゲーム楽しんでる人たちにも何かできないかなっていうのはやっぱちょっと 考えてるる分は常にあるんでいだからその一つの形としてなんかそういう SNS シェアシートみたいなのを用意したっていうところですかねあれいややることいっぱいありますね <laughs> SNS の費用もう,う<ー>ん。<laughs> 本当に最近 <laughs> 本当最近そうだな本当そういうことばっかりやってるもちろん仕事もしなきゃいけないしいや大変ですよ <laughs> また来月イベントも出て さっきも吉武さんと話してましたけど、ちょっと筋肉つけないとだめですね、やっぱり <laughs> あの、リアルバースに出ていくために。<laughs> いやな、なんかさ、僕の聞いてるオードリーのラジオでもさ、うん、なんか東京ドームのイベントが決まったから、筋肉つけるために自転車買ったみたいな話が <laughs> <laughs> なそれ思い出しましたね。<laughs> みんなやっぱりリアルバースに出るためには、体力つける体力ね 体力と筋肉ですよ、やっぱり <laughs> いや。僕もそのクラフトコーのイベントが終わった2日目の夜に、まあ、帰ったんですけど、もう、疲れ果てて、うん、<laughs> 電車の中に結構大事な忘れ物しちゃって、<laughs> そう,う、もう疲れてたから、その網棚の上に乗せてたのを完全に忘れてて、でそれで、月曜日の日に、なんかないなと思って、<laughs> 忘れたみたいな。 電車会社に電話したんですけど、どこも見つからなくて今、すごい泣いてるっていう。見つからなかったんです。見つからなかったんですよ, <laughs> ですよあ。体力大事だなって思ってた。<laughs> 疲れない、疲れない体が必要。<laughs> う<ん>僕は、あの、リンダやってると、その、 荷物が多いんでやっぱ車は大事だなっていう話をいや車あると便利だよねチー,ーチームでしてて、うん、やっぱ僕ペーパードライバーなんでちょっとペーパードライバー講師行くかっていう <laughs> 話をしてましたねやっぱタクシー搬入とか大変なんで、うん、確かに、うん、リンダとかね結構重い液体とはいえ重い、ねね、そうなんですよ、うん、梱包資材とかも結構いろいろあったりするんでうん、うん、そう 僕らも、だから僕もなんか、車必要になったら買うかなと思ってますね、だからやっぱり。<ー>まだ今の規模だったら、そ,そ<の> <laughs> なんとか台車で運んでいけるけど、もう,ん、うちょっと規模大きくなってきたら、さすがに車ないときしんどいなみたいな。うん、<laughs> そうですね。<laughs> まあ、あの<や>ゲームを作れば作る,作るほどね、在庫は増えていくからね。確かに。<laughs> そ,うそうそうそう。まだ作りたいゲームいっぱいあるし。 <laughs> いやー、じゃあ体力と車ですね <laughs>。最終的になんかすごいおじさんみたいな答えになってるけど大丈夫かな <laughs> 体力がないとかさ。<laughs> 車が欲しいとかさ。か <laughs> なんか、本山さんは、あの、この、<え>まあ、一作目ゲームを作ったじゃないですか。うん。次こうしていきたいなとか、なんか、まあ、明確なタイトルとかモチーフってよりかは、なんか、 まあ姿勢だだったりだとか考え方でなんか変わったた点点ととかなんか発見した点とかありましたなんかまあでも今までもそのゲーム作りたいとかふんわり思ったりとかまあゲーム好きでやったりとかしてたけどちゃんと本気で作ろうってなった段階でなんかゲームを見る目がまた変わった気がしたんですよね。そ,のそれは普通にボードゲームもそうだけどそのデジタルゲームとかも含めてねそのコンソール機のゲームとかも含めてうん、うん、だそういう意味ではなんかまたちょっともう一段階楽しくなって。 っていう感じはしますよあそれが次にどう生かされるのかっていうのは分かんないけどなんかゲームのルールとかにも結構詳しくなって詳しくなってかもう昔もやってたから分かってたと思うけどなんかよりこう詳しくなってる感じがするしこれは何を考えてんのかなっていうふうにこう考えながらこうやっぱりゲームやるようになっちゃったりとかするし <laughs> <laughs> まあでもちょっとねまた次作るとしたら また全然違う趣向のゲーム作りたいなと思ってるんでうん、うん、ちょっとそれはそれでちょっとまだ今もう実際にちょ,ちょっとずつ考え始めてて実は <laughs> そ,のその前に今のやつ売れよって話なんだけど <laughs> <laughs> だけどもうちょっとずつ考え始めててちょっとそれはそれで、ね、なんか面白いものが僕はできるんじゃないかなって思ってるんでまたちょっと楽しみにしてもらえればなって思うんですけど。<laughs> <laughs> うん 吉武さんはどうなんですかそういう点は。僕も実は結構ここ2日間ぐらい色々アイデアを考えてはいたんだけど。<laughs> <laughs> そう。ただやっぱりなんか自分の考えるのって、やっぱりなんかそのカード枚数がなんか増えがちというか、こうなんて言ったらい,いのかな、もうちょっとこう洗練させたいなみたいなのは、やっぱりその最初のゲームを作った後に感じて、逆に僕はなんかこう、めちゃくちゃ制約を 儲けたゲームを作りたいなって今考えてますね。例えばなんだろう、こう、すごくざっくり言うと、盤面上になんか9コマしかないけどゲームが成立するとか。かカードを3枚しか使わないけどなんかちゃんと楽しいとか。うん、やっぱ今回あの、カード、イラスト80枚使うってなんか、頑張ればなんとでもなんか楽しくできちゃうというか、なんだろうな、こう、うん、さっきの増やすっていう話じゃないけど、なんか、 ボリューム出せば出すほどなんかゲームとしてなんとか着地できるみたいなのってあるのかなと思ってて、うん、逆にちゃんと少ないものでちゃんとゲームとして成立させるっていうのをなんかチャレンジしたいなとは僕は思ってますね今回、まあ、今度5月にボードゲームの,あのゲームマーケットがありますけどゲームマーケットで出してるいろんな作家さんとかがメーカーとかが出してるものも 本当にいろんな種類ありますからね、やっぱり、めちゃくちゃコンポーネントが揃ってる、たくさんあるっていうゲームもあるし、カード1十何枚しか使いませんみたいなゲームもあったりするし、すごいいっぱい種類あるんですよね、そのボードゲームってね。うん、まあだから、いろいろこう、チャレンジしたいなっていうポイントはありますよね、なんかそういう。そうだね。でも確かに。いわゆる印刷物でできないような、ちょっとでかいものを使うとかね。うん そういういいのもチャレンジしてみたいですね確かに僕らもリンダで次こういうのを作りたいとか確かに売る前からずっと言ってたなっていうのを思い出しました一応僕ら「ピンチオブスパイス」っていう社名なんですけど、まあ、そういう「スパイス」っていう軸でもうちょいこういうのできたらいいよねっていうドリンクとはめ別のアイディアと,うん、うん、とかっていうのは結構よく話してましたねだからやりたいことは本当無限にあるんですよまだまだね <laughs> その前に売れよってう、ね。そう,そうそうそう。その前に在庫を何とかしろよっていうね。そうそうそう。<laughs> だから、ちょっとまだそれは頑張っていかないといけないというか、まあね、あのゲームマーケットっていうイベントにも出るんで、まあ、もしよかったらちょっと入場料かかるんで、チケットとか買わなきゃいけないんで入るのに、うん、まあ大変かもしれないですけど、もし、あの、はい、あの、来る、も,しも,と,もともとゲームマーケット行く予定だったよっていう方は、ちょっともし、あれだったら、 スーパーヒゲクラブのとこにも寄っていってもらえると,と、うん。あ日曜日ですね、僕たちは。あ、そうそうそう。土日やって、日曜日だけなんですけど、僕らが出るのは。うんはい、まあ、それし、あと、ウェブサイトでも一応売ってるんで、どうしても行けないっていう人は、まあ、気になったら買ってもらえると嬉しいなっていう、うんうん、頑張って、僕はウェブサイト作ったので。購入していただいたら、僕が手作業で配送させていただいて <laughs>、僕が持ってくわけじゃないですけどね。あの 配送作業すするだけですけど、ね、配送は配送でまたいろいろ考えなきゃいけないことがありますからね。うん <laughs> そうそう、そうだと思ってるけど、僕はもう今のところすごいベタ,ベタというか、一旦考え愚直にやってますけどね。<laughs> そうそうそう。<laughs> 本当はね、多分すごい量売れ始めたりとかしたら、多分そのオペレーション考えないといけないんだろうけどね、うん、そこをね、ちゃんと。その時はまたリンダの知見を共有します。 ありがたいですねあ<ー>。マジでありがたい。もうちょっとね、<laughs> ショッピーファイの時はね、いや吉瀧さんにはまだ話しないけど、一個ものすごいやつをね、<laughs> あの地雷を先に踏んでってもらったから、<え>それで助かってる部分が多分あるので。<laughs> そうそうそう。ちょっとリアルプロダクト販売同士でいろいろこう共有していきましょう。うね、<laughs> はい。まあそういう感じで、引き続き多分、このプロジェクト自体は僕はもう結構長く考えて、 で活動してていいきたいなと思って今回作って終わりっていうわけじゃなくて、うん、なんかやっていきたいなと思っていくんで、ねうん、なので引き続きちょっとあやってんなぐらいの感じで応援してもらえると嬉しいなっていうふうにま,、ねうん、またテストプレイやりましょうよギルドであそうそうぜひぜひ、うん、テストプレイもどんどんやりたいなと思ってるんで最近はねもうあんまりコロナとかもあんまりなんかこうコロナがどうとかっていう聞かなくなってきてみんなもうマスクもしてるんだかしてないんだかみたいな。うん 感じだったりするんで、うんうん、会いやすくなってきましたしね。そう,ねそうですね、うんリ。リスナー参加型とかいいんじゃないですか。<ー> <laughs> いいかも。<laughs> リスナー参加、来てくれるかなリスナーさん。わかんないけど <laughs> あ。今回のイベントでも何人か <laughs> 来ていただいたし <laughs>、そういうのあったら、あるじゃないですか。うん、そうですね。うん、まあまあ、そういうのを企画してもいいかもしれないですね。確かに。<laughs> はいはい、じゃあ、他になんか言い残すことはないですか吉武さんが 僕ですかそうですね。ないですね。あの、ぜひ、興味を持った方は、この話を聞いて、興味を持った方は、買っていただけると、とても嬉しいですという。はい。はい。僕も同じです。<laughs> で、あの、一応、あの、言っておくと、さっきも言ったように、ちょっと、近日中にルール、ルール、遊び方説明書をアップデート予定とか, <laughs> とか、まあ、もしかしたら追加っていう形かもしれないですけど、予定なので、とはいえ、あの、 すでにもう買ってもらった方とかも,も何人かというか多くいらっしゃるので、まあ、そういう方にはあの無料でできるだけご対応できるようにちょっと準備してますんでまたその辺もおいおいお知らせとしていく予定ですのでちょっとその辺は楽しみ楽しみというか、ね、待ってちょっとだけ待っていただけるとっていうふうに思ってますねじゃあ,まあそんな感じで、はい、リンダとボードゲームとスーパーヒエクラブと今後とも よろしくお願いしますっていう。いちょっと若干こうね、宣伝みたいな回になりたい <laughs> いや、宣伝会でしょ <laughs> あの。面白かったですよ。ゲームデザインは、なんかサービス作りと一緒なんだなっていうところが <laughs> うん。そうですね。<laughs> はい。うん、なので、まあ、もし、ね、今後、ボードゲーム作ろうと思ってたとか思、思ってるっていう方は、なんか参考になるようなことも。 まあこのポッドキャストだけじゃなくて、ブログとかでも書いていこうかなって思ってるので、まだ全然書き足りてなくて、ちょっとずつ書いたりはしてるんだけど、なので、ちょっとそういうのを参考にしてもらえるようなものを残していこうかなと思ってるので、それも読んでみたりとかしていただけると嬉しいなと思ってますね。いいですね。じゃあ、あちょっとだいぶ長くなってしまったんですが、久しぶりのゲスト会で、吉武さん、ありがとうございました。ありがとうございます。こちら、またなんか。ありがとうございました。 何かあったら来てください。<laughs> そんな着替えに来れるんですかこの番組は。<laughs> いや、全然、全然。うん、まあ、全然いいですよ。<laughs> 来てください。あ、いいね。いや、なんかゲスト会はなんかね、特別な感じがしてるから。<laughs> いや、なんか、単純に僕らが制限してただけで、その、制限してたというか、あの、申し訳ないなって思ってただけで、その、その、大してき聞いてもら,もらってもいないような、 いいやいやポッドキャストにその来てもらうっていうのはわざわざね時間取ってもらうってう申し訳ないなと思ってたんでできるだけ2人でやろうっていうふうにやってたっていうだけですからまあ来ていただける部分には全然嬉しいですよ、うん、じゃあまた次のゲームを引っ提げてそうですねまたちょっと新しいゲーム作って <laughs> そうですねまあそれかまあちょっと僕個人の話で言うとあのまあ一応年2回コミックマーケットに出たりとかしてるんでまあなんかそういう文脈で何かお話がな,、うん、なるほどね何か 興味があればいいじゃないですか。コミケ会で。じゃあ、またゲスト、よろしくお願いします。吉武さん。お待ちしてます。まあ、また、もうちょっとだけ頑張りましょう。イベントまでは。<laughs> そうですね。まずは、まずは五月の。<laughs> はい。はい。ということで、まあ、今回は吉武さんをゲストに迎えて。ちょっとボードゲームについて、お話ししましたっていう感じで、終わりにしようかなと思います。 リサイズヘムへのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘムで Twitter につぶやくかショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思いますリサイズヘムは毎週金曜日に配信しています Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回はここまでまた次回お会いしましょうさよならさよならさよなら